ュラー化してもレキュータド 500% わかるかな、わかんねえだろうな、嘘嘘ちゃんと説明するから逃げないで。歴史と音楽がキーワードの生ラジオオールナイトバック、今夜もスタートです。 Keep on listening オールナイトバック。2月25日、大体の人が給料日ですかね勝手に決めましたけれども、生配信でお送りしていくオールナイトバック、今夜のお相手も私ゆきおの大熊さんです。よろしくお願いいたします。ということで、お待たせしてすいませんでした。本当にすいませんでした。間に合いませんでした。そんなことはないんだけど、浜さん。間に合いませんでしたは嘘なんだけど、ちょっといろいろありましたわ。まあまあ、それはちょっと後で言うとして、今日はね、どうする家康に過去つけて、みんなが全然知らない武将を紹介する、そういった久々の論文を読もうでございますんで、よろしくお願いいたします。今日の一番手はあいうえおさんですね。来週の渋川氏も楽しみですというね、全然まだなんですけど渋川氏をやるかどうかすらも怪しいですけれどもね。そう、御三家でも揃えたいね。ということで、鹿角さんとか皆さん来ていただいてありがとうございます。人からに言ってきた、ありがとうございます。そうそう、久保バッグを出したわ。そう、忘れてました。忘れてはないんだけど、昨日おとといですかね、新しい替え歌動画を出しまして、今回は米津玄師さんの歌をまた久々にね。そう、以前は蓄電の替え歌ってことでしたけど、蓄電が替え歌なんだよ。感電のね、替え歌で蓄電というのを出しましたけれども、今回はキックバックね、そう、チェーンソーマンの主題歌になってましたけれども、あれをちょっとね、もじってっていうか、もうご利用して久保バッグっていうのを出しましたんでね、ちょっと皆さんも、まあ気になる方気にならない方いるとは思いますけれども、ぜひぜひ見ていただけたらと思いますんで。ということで、ちょっとね、時間がまあ若干押してるんで、もう早速今日の本題いつもダラダラ喋ってるんですけど、早速今日の本題に行きたいと思いますね。今日は久々に論文を読もうでございます。論文を読んで解説するという、至ってシンプルかつ簡単ながら、私以外基本的にやってる人がいない、まあ、最近あの鹿角さんとかね、小鹿神さんとかやってくださってるっていうか、やってる時もありますけれども、はい、シンプルかつ誰もやってない解説会でございますが、今回のお題はキラでございますよ。キラでございます。大河ドラマに出てきてましたね。もう華々しくもう主役を食わ、もう松本潤さんを食わんがの勢いで、数秒だけ出てましたけれどもまあキラ氏というね、まあ武士について今夜見ていく回でございます。まあ、キラーといえば何を思い出しますかと、まあ、年齢層をある程度以上言ってる人はキラー光月之助ね、忠臣蔵の悪役ですよ、名悪役とでも言いましょうかね、キラー光月之助。室町時代大好きな人は御三家、足利に次ぐ地位ね、キラ氏、有名なのだとキラー光義とか、あの辺ですかね。南北朝時代好きな人とかもね、キラ氏ちょろっと名前知ってるとかね、もしくは今川氏関連で、足利が耐えればキラが継ぎ、キラが耐えれば今川が継ぐというね、
ああいったところで聞いたことがある人もいるかもしれません。ただ、まあ、その実態を知る者をいかほどやあらんということで、ことろでって言った今ところで、その実態を知ってる人は意外と少ないのではないでしょうかという、まあ、そういったお話ですね。なので今夜はもう思い切りました。タイトルが足利義氏から吉良義昭まで、まあ、吉良義昭まで、全部振り返るぞという勢いで作り始めたんですが、まあ、一応吉良義昭まで行きますよ行きます。一応行くんだけど、だいぶ尻切れトンボだというところは最初に謝っておきますっていうのが、まあ、途中でなんでそういうなったかがだんだん分かっています。これは収拾つかないぞっていう感じがまあ、多分スライド十数枚目ぐらいで、あ、こいつさては収拾つかないぞみたいな感じがだいぶ出てるので、ちょっとね、また回を分けてちょっと後半のキラッシュについては別でやる可能性があります。今日の一番の目的はとりあえず鎌倉室町戦国これぐらいのキラッシュって大体どんなことしてたのかとか、大体どんな人がいたのか、まあ大まかなところを押さえてほしいというところが主眼です。そうだから、あの今夜も峠を越すコースになりかけたんで、途中であの全部バッサリカットしてでどこを残すかで迷ってたのがさっきの15分間ぐらいだったっていうねそうだから書きかけて途中で止まってるところがいっぱいある状態で終わってたので、ちょっとどこを切るかみたいなので迷ってたんですよ。でまあね、ちょっとちりきりと無理になりますが概説的な感じでね抑えてもらえればと思います。まあ大体知らない人が多いでしょうしよろしくお願いします。そう、収集のつく足利一門、まあ石橋は比較的収集ついてる方でしたけどね、分家がそこまで多くないから、そうせいぜい奥州石橋ぐらいでしたけど、キラは結構ね分家がいっぱいあるんでね、そこが難しいところではありましたが、そんなところでねやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。もう始めましょうかね。もう22分だ。今夜も山城が室町通り旧花の御所よりやってる気持ちで生放送。どうする御三家。吉良一族の攻防に今日は迫ります。吉良一族が大河ドラマしたら、大河ドラマやってて誰がやるのかという。それ以前に誰もならない、しようともしないっていう話なんですけどね。よろしくお願い、立松理想論。故障もないこと増えるような、見せるでもない言えない、今夜も YouTube ライブより生放送、右京のダイブ正元のオールナイトバック。どうする家康が始まっても当チャンネルはどうもしません。室町時代を中心に深い歴史トークを繰り広げます。待ってろよ沼の住民。あ、もちろん初見さんも歓迎です。オールナイト幕府。時刻は9時24分を回っております。生配信でお送りしていくオールナイトバックは引き続き右京のダイブ正元ナビゲートでございます。さあということで、今回は足利を継ぐ者御一家吉良氏の攻防、まあ、御三家にしようと思って御一家って書いちゃってるわ、ごめんなさい、ちょっと若干ミスってますけれども、初見さんも歓迎ですよ。そう、なんて言ったって今日は観音の上覧の解説をコラムでつけてる、これは奇跡ですね
本当にもう汚らしいオタクだね汚らしいオタクだねって感じなんですけど官能の上乱を解説するなんて本当にまあ後ほどねそれもやりますけれども、さあやっていきましょうかね、今回も参考文献はおなじみ谷口雄太先生でございます。足利将軍と御三家という本が出てます。歴史文化ライブラリーという非常に、手に取りやすい価格帯、2000円しませんで、なおかつページ数も、200そこそこです。確か200もないか、200ギリあるかぐらいです。ぜひこの生配信で吉良家のことがもっと知りたい、足利御三家のことがもっと知りたいと思った人はご購入くださいということで、早速いきましょう。持参済みの人がありがとうございます、ありがとうございますって俺が谷口さんみたいになっちゃったけど、ということで足利御三家吉良氏でございます。足利の所流であります吉良、渋川、石橋、まあこれはね足利将軍のストック、いわゆる血のストックとして御三家というふうになりました。まあこれは何回も解説しましたし、過去のね足利御三家サミットっていうのになりました、あの回とかを見てほしいんですけれども、まあ簡単に言うと徳川御三家みたいなものが室町時代にもあって、足利御三家っていうのがいたよと、それが吉良、渋川、石橋だよというお話でした。まあなんで彼らが選ばれたのかとか、なんかその辺の話は過去のっていうか今年の正月か正月過ぎたぐらいにやってた足利御三家サミットを見てくださいというところです。で正月明け年越し前でちょっと忘れちゃいましたけど、でその御三家の中でも別格とされていた価格にやったのが吉良氏です。でもさっきも言ったように、足利が耐えねば吉良が継ぎ、吉良が耐えねば今川が継ぐという、まあ、この言葉自体は嘘です残念ながら嘘なんですけど、ただ足利が耐えねば吉良が継ぐというここに関しては本当なんですね。まあそれぐらい足利が耐えた時は吉良が継ぐんだよと、まあそこは本当なんですね。ただまあ今川家が足利家を継ぐことなんてありえないので、まあそれは嘘なんですけど、まあね、ただ足利が耐えれば吉良が継ぐというここは本当なんですね。はい。で実際その通りで、幕府政治のトップである官吏と同格もしくは上位に、いたぐらいのポジション、まあ、要はもう将軍の次に偉いぐらいのそういったポジションだったんですね。なので、まあ、吉良氏というのは相当、別格の存在であったという話ですね。今川ごときがめちゃくちゃディスられてる今川家です。今川家とかね、あの紅葉軍艦にも同じようなことが書いてますけれどもね、はい、そう三段論法の悪用ね、そうそれぞれは本当なんですよ。そうあの今川は確かに吉良の一門だから、吉良が耐えた時今川が継ぐっていうのも本当なんですよ。で足利が耐えた時吉良が継ぐっていうのも本当なんだけど、そのつなげた時に嘘になるっていうね。そう今川は足利が飛んで継ぐことはできないので、それは嘘だという話ですね。さあそんな足利御三家の吉良氏なんですけれども、まあ、彼らってやっぱり面白いんですよね。で南北朝時代というのは彼ら何してたかっていうと、足利宗家、まあ、要は将軍家と一緒に全国を転戦しておりました。で室町時代になると一転して御三家として、なんか戦うよりもむしろ家格秩序のトップみたいな感じでいるし、で戦国時代になると三河の地域権力みたいな感じで、なんか西条吉良、東条吉良ってね。でこの東条吉良氏っていうのが大河ドラマで出てきていた、東条吉良義明、義明、ちょっと読み方忘れちゃいましたが、その人なんですよと思えば、またこの西条吉良、東条吉良の行方が分からなくなって数十年後、江戸時代に高家として儀礼の場で復活するという、でちなみに明治時代ぐらいまで残ってるんですね。まあ、ちょっと間交代はしますけれども、まあ要はですね、もう数百年にわたってこの吉良という家の人々が出てくるんですけれども、まあ、その割にあんまり知られてないという、本当に数百年にわたって出てくる割にはもう室町時代、江戸時代、明治時代、というか鎌倉時代からいますから、もう三時代を飛び越えて生き残ってる、とんでもなく息の長い一族な割に、あんまり実態が知られてないというのが現状です。ということで、まあ、今回の主眼というのは、
吉良氏の鎌倉期から戦国期の動向を追うというところで、まあ、鎌倉時代足利義氏の息子から分離した吉良氏っていうところから、まあ、ちょっと最後の方は本当に尻切りとんぼではあるんですけれども、一応、戦国時代の三河吉良氏の最後の当主といえる吉良義康、そして吉良義明までたどりますというのが今回です。ただまあスライドの枚数は一応30数枚に抑えたので、まあ、頑張って喋ろうと思っておりますのでよろしくお願いします。確かに二階堂とかもそうですね、二階堂も長いですね、あの人たちもね。そうですね、太平記見てたんだけどキラなんて出てきてた記憶がないそうでしょうねていうかマジで南北朝時代とか神田城あたりのキラ氏について触れてくれてるのは安谷さんぐらいじゃないかなって思ってるんですけど、まあまあまあその辺もね今日は頑張って喋っていきますよ。さて、キラ氏はそもそもどっから分かれた家なんでしょうかという話です。キラ氏は足利康氏の兄の上がれにあたります。まあ、この足利義氏というね、まあ、この人物から分かれた家で、これの辺は御三家サミットでも、解説をしたんですけれども、基本的に足利御三家に選ばれた人というか足利名字を名乗れた人というのは義氏の息子の代から分離した家に限られます。なのでここから分かれた吉良氏とか石橋石橋渋川というのは最初の頃はずっと足利という名字を名乗っていました。ただ足利将軍家がまあ将軍家として確立されていく中で、足利と名乗っていいのは自分たちだけだというふうになって、それぞれ渋川石橋石橋吉良というふうに名前を変えていったというのが、まあ、彼らの、名字の由来っていうんですかね、はい、そういったところになってます。で実はね、鎌倉時代の吉良氏の活動って長氏流、これおさうじと読むのかなというなんか記事をちらっとネットで見たんですけど、おさうじ流なんですかね、ちょっとよくわからんんですが、まあ京都吉良氏と後に呼ばれる系譜、この長氏おさうじの系譜の情報しかわかりません。逆にこの義継の一番お兄ちゃんの系譜というのがちょっと鎌倉時代何してたかというのがほとんど分かりません。で定家の代になってようやく分かるぐらいの感じのようで、あんまり活動の記録がないそうです。まあこの辺はね足利一門あるあるです。そう、なんか西尾氏が発刊しているあの吉良氏の800年うんたらみたいななんか学習漫画みたいなやつとかにはおさうじって書かれてましたね。そうですね、コメントでありますけれども、まあ、なんでお兄ちゃんの家なのに着流にならないのか、足利が着流になれないのかというと、基本的には母親の身分が低いというのがあります。で当時足利氏というのは基本的に北条氏との関係性、執権北条氏との関係性ね、あの去年の鎌倉殿で出てきたあのブラック義時とかの関係性を非常に重視しているので、基本的に母方が北条氏の息子氏が足利嫡流を継ぐという流れなんですね。なので、まあ、基本的にはそういう流れなので、いくらお兄ちゃんの血筋にあろうが、まあ、母親の身分で結構継ぐかどうかというのが決まっていくと。でそれこそ柴氏とかね石橋氏なんかもまさにそのパターンで、兄貴の血筋なんだけれども継げないという状態にありました。そう、家氏なんかはまあね、縁類っちゃ縁類なんですけれども、ちょっといろいろあって継げないというね、そう政治争いに負けるというのがありますね。はい、名古屋流のね。さあ、そんな京都吉良氏の流れを組んでいる人たちの活動記録としては、文永の役の翌年1275年、吉良光氏というのが越前守護に抜擢されております。まあね、守護職をもらっていると。でそのだいぶ下りますけれども、元寇の乱、これは鎌倉幕府、まあ、倒幕戦と言ってもいいでしょうかね、後醍醐天皇の反乱の時には、吉良光義というのが参陣している。まあポツポツと断片的な記録が見えますよという風な感じなんですね。先日の称号族のくせに言われてますけどもさあ
で具体的な記録なんですけれども、このキラ・ミツージュというのは結構活発にというか精力的に活動していたようで、そもそも総本家の足利康氏の娘をめとっていたので、本家との関係性が結構強いというのがまず一つあって、でそれだけじゃなくて、この三氏の姉妹ですねが土御門昭方という人物に嫁いでいて、これは当時の、将軍近辺とかで、働いていた公家たちでございます。で鎌倉にいた公家なので、そこで婚姻関係ができたという、結構中央というか、上位権力の周りにいる人たちとの婚姻関係を結んでると。で実際この吉良光氏も両国にいたわけではなく鎌倉にいました。で足立時盛、これは足立康盛の弟なんですが、これと一緒に琵琶を習っていたりと、結構なかなか鎌倉シティボーイ的な感じがね、そうしますけれどもね、鎌倉にいて、政治的な活動を盛んにやっていたようです。ただ一方ですね、地方でも活動はしています。で三河吉良荘、これが最後の最後、家康とかに滅ぼされる時ぐらいまでずっと拠点になるんですけど、三河吉良荘でね、現在の西条市にあたるところなんですけれども、ここに、実相寺というお寺を建立したり、現地での活動もちらほら見えるというところで、確かにシティボーイではあるんだけれども地方での活動も見えるので、三河と鎌倉だとそこまで距離も離れてないということもあるんでしょうけれども、中央と地方都比両方で活動をしているというところなんですね。そうなんですよ、もう歴史はすぐ先を読むんですよねただ試練が訪れると。で何が試練かというと、足立康盛と仲良くしていたのが当たりになると、下月騒動という事件が鎌倉中期に起こります。これは何かというと、有力御家人である足立康盛という、人がいましたね。足立さんはあれですよね、鎌倉殿の13人でも、出てきてましたけれども、それの、子孫なんですが、この足立康盛というのが、ちょっといろいろね、この辺はもう牛一さんの動画見てくださいって丸投げしたいところなんですけれども本当に簡単に、本当に簡単に言えば、執権北条時宗の死後にちょっといろいろ政治権力争いみたいなものを引き起こしてしまうということがありました。でこの足立康盛というのは、その時宗死後に結構頑張って政治をやっていた人なんですけれども、その政治が結果的に、いろんな反対派を生み出してしまって、その筆頭格であった平頼綱らによってこの有力御家人だった足立康盛は粛清されてしまうと、そういった事件ですね。でそれはそれとして、問題だったのはこの足立康盛と仲良くしてた吉良氏が一緒に粛清されてしまうという事件です。で吉良定氏、光氏、さっきねシティボーイで活動していた光氏の息子である定氏が殺害をされてしまって、弟の定吉に家督が移ります。で、この吉良氏がやっぱ粛清されたっていうのは、さっき仲良くしてたのもそうですし、一番最初に越前の守護に抜擢されたっていう話をしたんですが、この越前守護の抜擢っていうのもどうやら足立康盛の主導っぽいんですね。この文永の役、要は蒙古襲来が起きた後に、異国征伐というか、対モンゴル戦線みたいなのを足立康盛がこう張っていく中で、こう守護職の解体というか交代みたいなことをバババッとやってて、その一環でこの吉良光氏が抜擢された、要は足立の手によって守護職につけたみたいなところがあったというのがあって、この光氏はおそらく連座したのであろうと言われてます。でもちろんのこと、吉良と同じというか吉良の本家本元である足利氏もこの、下月騒動の影響を、バリバリ受けておりますので、本家も結構ガタガタなんですけれどもね。なので足利本家とその分家である吉良氏は両方とも結構なダメージを受けます。ところが
平頼綱というのはもともとさほど価格が高い人ではありません。徳宗の非官人、徳宗の部下なので、将軍の、家来というか御家人よりも正直言って立場的には微妙な立場、力を持ってるけれども価格が低いという非常に複雑な立場なので、平頼綱の政権というのは長続きしませんでした。で、平前門の乱という事件が起きて、執権北条氏直々にこの平頼綱が殺害されるということによって、さっきまで粛清されて落ちぶれていた吉良氏、そして総本家の足利氏が復権を遂げます。でこのあと足利氏は再びこの北条氏とズブズブの関係というかね、非常に仲良しな関係性によって見事その立場を復活させる。でそれとともに吉良氏も同じく復権のとにつくと。でここで面白いのが吉野氏を名乗っているというところが非常に面白い。これはどっかで触れられてたかもしれませんが、足利家の当時の通字、要は代々使う文字っていうのがね、いろんな家でありますけれども、足利家の当時の通字というのはこの宇治という字が通字でありましたが、ここに来て吉野字をやたら使い出すと。で当時の足利家の、嫡流嫡男も足利高義という名前を名乗っていました。高い低いの高いという字にこの義という字、高いという字はお察しの方はお察しでしょうが、執権北条高時の偏見をもらって高という字をもらっていて、でその下に吉の字をつけて、普通は高氏と名乗るはずですよね。で実際足利高氏はもうまんまその名前を名乗ってるんだけれども、足利高氏は、ね、そもそも長男じゃないんですね。高氏の前にこの高氏というのがいて、継いでいたんですけれども、じゃあなんで吉という字を名乗ったかと言われるとこの吉の字というのはどっから始まってるかというと、足利義氏の義だとかね、源氏を象徴するような義の字であると、それこそもっと遡れば源の義家とかね、義の字というのが、結構その足利氏にとってのこの源氏の象徴というかね、足利の象徴みたいな文字として、結構考えられていた節がある。で鎌倉中高期には頼朝時代のなんか開国主義的なね、あの頼朝の時代を目指して復権するんだみたいな、ちょっとそういう流れがあったので、まさにその頼朝の時代を代表する足利義氏の吉野字にあやかってやたらとみんな吉野字を使ったという説があります。で実際吉良氏もこの時代に定義と吉野字を使っているし、総本家の足利家も足利高義というふうに名乗っているんですね。なので、この吉野氏、この後将軍家の通字にもなっていくんですけれども、そういったちょっと面白いエピソードというか、でもね、面白いのが本家も名乗って文家も名乗ってるっていうところがまたこのきな臭いところで、本家が名乗るのはいいとして吉良氏がこの吉野氏を名乗るっていうのはまた微妙な関係性なんですよね。で足利氏としても自分たちが弱体化してるから、この文家の吉良氏が吉野氏を名乗ってくるっていうのはちょっとあんまりこういい風に思わなかったかもしれません。ちょっと対抗的なね、ちょっと意図がひょっとしたらあったのかもしれませんけれども、ちょっとその辺はね、あまり資料がないのでわからない部分もありますけれども、ちょっとそういったね吉野氏にまつわるエピソードがあったというところですね。例えば解雇補正がね、そうですね、源の吉国とかね、吉国流ですよね。さあそんななんとか復権を遂げた足利氏と吉良氏、足利一門ではありましたけれども、鎌倉幕府自体がちょっとずつ怪しい方向へと進んでいきます。鎌倉幕府は後半戦までだいぶ力を持っていたのはいたんですけど、後醍醐天皇を巡る皇位継承の争い、この辺がいろいろ火種になっていって、で各地の御家人たちだとかいろんな反乱分子が各地で蜂起していたと、いろんな状況が重なって鎌倉幕府は滅亡の道へと歩み始めていました。元寇元年1331年、後醍醐天皇がすでに挙兵しておりましたが、
足利尊氏、そして、吉良光義、足利吉良のこの一族コンビは反幕府軍を討伐、要は後醍醐天皇勢力を討伐するために出兵をしておりました。ところがその出兵の都の真っ最中、元寇3年に名越高家という、これも反幕府軍討伐のために派遣されていた武将が戦死をします。で、おそらくこれをきっかけに高氏は幕府を見限ろうという決断をしたんではないかと言われてます。まあここもね、厳密にどこの時点でっていうのは分かりませんけれども、でこの時のまあエピソードとして、まあ、これも今川良春が書いたあの太平記の、二次創作二次創作じゃないけど南太平記というのがあって、まあ、この中では足利尊氏はこの謀反の心を持った時に、一番最初に一門の長老である吉良定吉に進退を相談しました。要は私は鎌倉幕府に謀反をしようと思うというふうにこの吉良定吉に持ちかけたと話をね。そうすると吉良定吉は今まで遅くこそ存ずれ最もめでたかるべしと、いやもう遅いぐらいだと、もう殿がじゃないか高氏殿が、親方殿がご決断されるのを今か今かと待っておりましたよというふうに鎌倉幕府への謀反を促したというふうに言われています。まあ高氏がねちょっと迷っていたところを、いやここは鎌倉幕府を倒すべきだというふうに背中を押したのが一門の長老閣だった吉良定吉ではないかというふうな、まあ、そんなエピソードが残ってるんですね。そうなんですよ。まあこれ南太平記ソースなんで、まあ、どこまで本当かは分かりません。正直今川良春もこの時多分どんくらい鮮明な記憶がある人物かもよく分かんないしまあ書いた当時どれくらい生き生きしてたのかも分かんないから、ちょっとまあ持ってる可能性はありますけれども、まあ、ただ足利と吉良の関係性っていうのは見えてきますよね。うん、この一門の中でも足利尊氏っていうのが吉良氏を非常に重視していたっていうのは、まあ、今川目線から見てもそうだということだったんでしょうっていうところですね。まあこれにはひょっとしたら今川良春が、まあ、今川氏自体がそもそもこの吉良氏から分かれた文系なので、ここにちょろっと書いてますけどね、今川氏っていうのはこの吉良光氏の弟から分かれたこの今川国氏というのからスタートしているんです。なのでまあ本家にあたるんですね、吉良家が。まあだから持ったという可能性もあります。なのでまあよく分かりませんけれども、まあ、ただあのこれ以降の吉良氏の行動を見ても一貫して尊氏をそばで支える参謀というか、参謀といったらちょっと言い方あれかもしれないですけど、まあ非常に尊氏を近くで支えている武将というのは間違いないので、まあ、こういったエピソードが出てくるのもうなずけるなというような感じではあります。先生アンチ吉光ね、そう。さあ時代は建武政権期へと移ります。鎌倉幕府は足利尊氏や新田義貞らの手によって滅亡を迎えました。そして後醍醐天皇による建武の新政が始まったわけですね。でこの時ですね、吉良氏何をしていたかというと、これ成吉親王でよかったんだかな、いつもの読み方が分かんないんだよこれ足利忠義、これは足利尊氏弟ですけれども、これらに従って鎌倉にいました。で建武政権というのはもちろん中央は京都なんですけれども、鎌倉にも
将軍府というのを置いて、まあ、実際鎌倉幕府っていうのがあって、100年近くそこが武士の中心地だったわけですから、まあ、何も置かないわけにはいかないというような感じで、鎌倉将軍府というのを置いて関東の、統治を行い始めたわけですね。でそこで、まあ、これらの後醍醐の皇子とその周りにはべる後醍醐皇子を守る武士たちみたいな、あ、そんなのがいたわけですね。でこれを関東久志番と呼びます。この鎌倉将軍府を守る人たち、番人みたいな感じですね。でこれが関東久志番と呼びます。でこれには、何人か当人というのがいて選ばれてるんですけれども、この中に吉良氏が2人も抜擢されてます。3番当人が吉良定家で、ここでやっと関東吉良氏の名前が出てきます。吉良定家というのがここでやっとこさ名前が登場すると。で同じく久志番の6番当人を務めたのが吉良光義という人物でした。吉良光義は先ほど高氏に鎌倉言う謀反しちゃいなよと鎌倉幕府に謀反しちゃいなよと、そそのかしていて、この定義の息子です。で定義はさっきも一門の長老閣と言ったように、もうこの時結構年齢がもう50、60喜んでぐらいいってるので、次世代エースとして期待されてたのはこの光義でした。なのでまさに吉良家のエース的な2人ですよね。関東吉良氏の一番お兄ちゃんの系譜の吉良氏である吉良定家と、で京都吉良氏弟の系譜である吉良氏の、次世代ホープである吉良光義というのが関東久志番という、まさに関東の核となる鎌倉将軍府を守る人として選ばれたと。でちなみに一番当人は渋川義末であって、この渋川氏も、いわゆる足利御三家に選ばれている一族であります。なので御三家のうち吉良と渋川が結構関東で幅を利かせていたというところなんですね。そうなんですよ。でこの吉良光義が出てたんだったか定家が出てたんだったか忘れましたけれども、今ジャンプでね、そうそう連載されている逃げ上手の若君っていう北条時行が主人公のとんでもない漫画があるんですけれども、まあその中で関東久志番が出てきて、で実際この吉良光義だったか定家だったかも出てきてるんですよね。そう、定家が出てきてるのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、どっちだったか。そう、まあ、実際関東を守る人たちっていうので、まあ、関東久志番っていうのがね、あの漫画の中でも出てきてて、まあここで登場しているというわけなんですね。さあ、一方ですね、長老閣で高氏をそそのかしていたこの吉良定義は今川氏との関係性を重視しております。で今川はさっきも言ったように吉良の一門ではありましたけれども、この吉良、吉良定義が今川範国と不死の契約を結んだ、まあ、これは軟体兵器によるものですが、遠江守護の範国を超えて所領安堵をしているという。でまあこのね、不死の契約というのがどこまで本当かっていうのは微妙なところではあるんですけど、ただ、実際に資料が残っています。でそれは何かっていうと、この時の遠江国の守護というのは今川範国なんですが、その守護を超えて所領安堵をしている記録が残ってる。まあ、普通であれば所領安堵等々今川範国を通じて行うのが自然なんですけれども、この吉良定義が出てきてこの遠江の国の所領安堵にまで手を出しているというところがあって、まあこれは多かれ少なかれわりかし事実に近いことを言っているというのがわかります。で今川範国との実際協力体制というのがあったでしょうし、まあ実際吉良の方が今川より上なので、まあ、それはね、あの本家と所領という関係性ですから、まあそういった形になっていたんだろうというところですね。あ、光義でしたかね。そう、ごめんなさい、ちょっとどっちが出てたか忘れちゃいましたけれども、例えば関東久志番って名前がかっこいいよね。めちゃくちゃ中二病っぽいですよねこれまあ基本的に剣武政権の役職ってなんか中二病っぽい名前多いですよね、ちょっと言ったら悪いけど。軟体兵器のね、そう、信頼感が低いっていうまあ軟体兵器も全部が全部嘘の記事ではないので、さあ
そんな最中、中仙台の乱というのが発生します。もうこれはさっき言った通り、北条時行がねメインのお話で、逃げ上手の若君でも描かれますが、まあ、北条の残党が蜂起すると、まあ、実際北条の残党の蜂起というのは各地方で起きてるんですけれども、まあ、その一番大きな戦争になったのが北条時行という北条氏の遺志、残された子供がいまして、まあ、この北条時行が挙兵をするというところで関東で暴れ始めて鎌倉まで奪還しちゃうという結構やばい状況に陥りました。で当時足利尊氏は建武政権のもと京都にいたんですけれども、まあ、この事態、差し迫った状況に応じまして、さっきも言ったように久志版とか足利忠義とかは関東にいましたから、尊氏が大急ぎで、関東へと下校してこの中仙台の乱を鎮圧します。まあ、ところがそこで、尊氏は恩賞の給付をやってしまいます。で恩賞の給付というのは基本的に後醍醐天皇、まあ、天皇の専権事項でありましたので、まあ、尊氏がそれをやるというのは一見行為であり、後醍醐天皇への挑発行為として取られてしまうと。まあ、尊氏は全然そんなつもりはなく、地方で戦争するには味方につけるには所領安堵するしかないだろうと多分考えてやったんでしょうけども、ただ後醍醐から見ると勝手なことをしているというふうに見えたというところですね。でこれによって足利尊氏は建武政権を事実上離反することになってしまいます。でそこでも吉良氏が活躍をしています。で新田勢との戦いで吉良定家、これは関東吉良氏の方ですが、これが、相馬氏という、これは、千葉常胤の、子孫ですけれども、相馬氏を率いて、下総千葉城を攻撃しております。でその後尊氏軍に合流して、箱根とか竹の下あたりでの戦いにも参陣しております。でここで気になるところというか注目したいのは、関東でバチバチ戦ってるっていうところなんですね。で吉良定家とか吉良氏っていうのは、基本的には鎌倉の、中で在鎌倉して活動していて、でその後関東久志版として、まあ、関東地方にまあ土着してっていう形で、やっぱりどちらかというと東国で活動している感じなんですね。でもちろん三河の国に荘園を持っていて、まあ、領地を持っていてっていうのは本当なんですけれども、ただやっぱり基盤が関東方面にあるというところがやっぱり気にしておきたいところですね。でこれがね、この定家の息子、ひいては孫、ひ孫の代にわたって関東に土着する多分原因になるのがここなんだと思います。でやっぱり関東久志版っていう職に就いたことをきっかけに関東の武士たちとの関係性が深まった、まあ、実際相馬氏を率いているっていうところもそこにつながってくるんでしょうしね、この辺りで関東の基盤をゲットしたっていうことが非常に、この後の吉良氏にすごくこう影響してくるところなんだというところですね。ああ、千葉常胤の次男の子でしたっけね。ごめんなさいね。千葉氏からは分流分かれた一族ですね。さあ鎌倉で、まあ、残念ながら後醍醐天皇と離反することになってしまった足利尊氏、まあ、尊氏本人は多分後醍醐と戦いたいなんて1ミリも考えてなかったでしょうけれども、まあ戦わなくてはいけなくなってしまったので戦います。尊氏はこの後上洛して京都を占拠しております。でこの際面白いのが、一族で分業をしているというところで、吉良定義は今川氏とか天野氏を率いて近江国まで出兵しています。でまあ大体まあ三河遠江あたりが基盤なんだなというのがここでわかります。まあ、今川氏とか天野氏っていうのはこの辺りの武士だということもあって、で吉良の本拠である、三河なんかもここに入っているというところで、まあ、東海地方の三河とか遠江あたりが、まあ、彼らの基盤であると。でその辺の武士って言ったらあれですけど、まあ、そのあたりの武士を率いて、京都まで遠征をしているというところですね。でこの吉良定義はこの後尊氏の九州敗走にも付き従って、
で、まあ、高氏っていうのはそもそもこの京都を一時は占拠するんですが、東北にいた北畠顕家軍が背後からやってきて、京都になだれ込んでくると高氏はその勢いに負けてしまって京都を没落します。でその後西西国へと走っていきます。で彼らは、まあ、赤松氏とか、まあ、いろんな諸将とともに、西国を中心に勢力を保って、で最終的には九州まで落ち延びて、そこで、再起を図り、また京都方面へと上がってくるという、まあ高氏ほど全国を走り回ってる将軍もいないなと思いますけれども、本当にもう東は東国から西は九州まで、もう行ってない土地の方が少ないんじゃないかっていうぐらい高氏は動き回ってますけれども、まあこの非常に長い旅に京都吉良氏の吉良定吉とか、吉良光吉は従ってます。で他方ですね、関東拠点にしていた吉良定家は東海道を転戦してました。でおそらくまあ北畠顕家とか、まあ、関東方面の、後醍醐勢力を抑えるために東に残ったと思われます。まあ、この辺がね、家は分かれてるんだけれども、一緒にこう戦っている感というかね、こう一族でこうワン・フォア・オールじゃないですけども、手つないで戦っている感じがありますね。移動距離がね、本当に移動距離がすごいですよね。なんで最終的には勝つ、なんで勝ってるか分かんないけど最終的には勝つ男ですからこの人はね。さあそんな九州まで落ち延びた足利尊氏でしたが、多々良浜の戦いで小二将を破って以降、快進撃を続けて中国地方を登って京都へ再び戻ってまいります。そして、新田楠木らの勢力を倒して京都まで入ってきて、建武3年1336年尊氏がいよいよ京都に入ってまいります。でこれによって後醍醐天皇が吉野へと逃げ、そして、あ、ごめんなさい、少年医師を倒したって言ったよ、もうなんかもう自分何喋ってるか分かんなくなっちゃったよな。なんかもう先の文読みながら喋ってると何言ってるか分かんないんだよね。まあここで、一番気にしたいところっていうのは、まあ、吉良氏の動向なんですけれども、これがねなかなか頑張ってる。で吉良定家、東海道を転戦してましたけれども、今度また関東から畿内へと移動してきます。まあ、この間ね吉良定家っていうのは、関東から東海道方面でずっと南朝じゃない、まだ、後醍醐勢力と戦ってるんですけれども、畿内へ戻ってきます。そして、文書発給に関わるようになります。で中央に戻ってくるんですね、吉良定家がね。で畿内に戻ってきてから、まあ後醍醐天皇が吉野に逃げて、南朝方の武将たちが、まあ、各地で蜂起を繰り返していて、でまだこの頃は南朝の名だたる武将がまだ生き残っているので、相当勢力的にも強い勢力が残っておりました。で南朝方の四条高助というのがいて、まあ、これもね面白い、公家武士って感じなんですけど、四条高助、まあ、これを討伐するために畿内を転戦してました。で四条高助は、まあ、大阪だったり、和歌山だったり、この辺の南近畿を中心に結構戦いを繰り広げていた人物です。で、一方ですね、京都吉良氏、弟の方の血筋である吉良定吉というのは細川氏と連携して伊予国に代官を派遣してます。で四国方面へと展開してるんですね。で南朝の忽那氏という人物と戦闘をしております。でこれが面白いのが、どうやらこの2つの動きっていうのは連動していたらしいというところで、で四条高助は一時期和歌山方面まで軍を動かしている。でどうやらこの和歌山から海上ネットワークを通じて、この伊予国、まあ、瀬戸内海で活動していた忽那氏と連絡を取っていたらしいんですね。でなのでこの四条高助と忽那氏の動きっていうのは、なんか全然別々のところで戦っているように見えて、実は連動した争いだったようです。で忽那氏はまあ実際海上勢力だというようなところもあって、もうこの海のネットワークを通じて畿内の武士と連絡を取っていた。で南朝方として連動していた。
だから吉良氏は多分細川氏との連携を狙ったんだと思います。でこの当時細川康海でしたっけね、っていう人物がいて、最も健康食品に似ている名前でおなじみの細川康海なんですけれども、まあ、この細川康海っていう人物と連携をしていて、で、まあ、細川氏っていうのは当時あの四国とかに勢力を持ってましたから、まあ要は海上ネットワークで対抗をしているような感じがあって、で北朝方も南朝方も結構広域的な範囲で広い範囲で戦いが行われていたっぽい、要はあの散発的な戦いじゃなかったっぽいというのがこの辺から読み取れるというところらしいですね。そうそう細川康海ね、そうめちゃくちゃかっこいい名前だなと思いますけれども、他方でめちゃくちゃ健康職員みたいな名前だなと思いますが、さあ次世代ホープと言われたキラー光吉は一体何をしていたのか。逆にこの時キラー光吉は三河に在国してました。で北畠顕家軍が、機内で、まあ、後醍醐天皇が南朝に、南都に逃げちゃったという情報を得て顕家が上洛してくるんですけれども、ここに何とか対応しようと吉良光吉は三河で戦っていたんですが、まあ、残念ながら北畠顕家の進軍を止めることはできませんでした。でこの後、まあ顕家は南近畿で戦闘を続けるんですけれども、ほどなくして北畠顕家が戦死してしまいます。そして、新田義貞も北陸方面で戦っている最中に、亡くなってしまうと。でこの辺あたりから南朝の動きが弱まってきます。まあ、北畠顕家、新田義貞ってこの2人はもちろん楠木とかもそうなんですけど、楠木正貞とかもそうですけど、南朝の本当に主力と言っていいぐらいの勢力だったんですけど、まあ、これがね次々と戦死をしてしまったことで南朝勢力は一気に、勢力を落とすことになります。一時的にまあこの後復活するんですけど、そして、まあ、この状況に、まあ、対応というか、まあ、全国的な戦いが一度ちょっと低調収まってくるっていうところで吉良光吉は上洛して幕政に参与するようになります。まあ、いろんなとこ行っていろんなところで戦ってるっていうのが面白いところですよね。だから別に確かに吉良定家とか関東に拠点を持ってたんだけれども、ただ別に近畿地方にも来るし南朝方の戦いでどんどん遠征行くし、吉良定吉とかも多分京都にいたんだろうなって感じでしょうし、まあ、その一方で三河にもいるし、多分彼らは一族として連携して、その時々で場所を変えて対応してたような感じがあります。なので、まあ、家は分かれてるんですけれども結構連携が取れていたのかなというような、そういったイメージを受けますね。そう、南朝はね、南朝はこっからが本番みたいなところありますからね新田と北畠がいなくなっても南朝終わりだろうと思ったら、ここからまだ100年近く南朝が残り続けるっていうね。さあ、吉良光吉、まあ、三河の国にいたんですけれども、残念ながら顕家軍に負けて、まあ、ただ南朝勢力が弱まったっていうのをきっかけに光吉は京都に戻ります。するとやっぱさっき言ったように、この子供の光吉が中央で活動します、多分活動の機会を与えてもらえたっていうところで、お父さんとバトンタッチをして、逆にお父さんの定吉が三河へと下校します。で親子で完全にこのバトンタッチをうまいことして、息子が京都に登って、でお父さんが、三河に帰ってくるという、まあ、そういった状況が起こってます。で、まあ、このあと定吉はもうちょっと行きますけれども、まあ、その間にも遠江の浜松の省の支配で、吉良氏っていうのは基本三河が拠点なんです。三河が拠点なんだけれども、浜松、遠江の浜松に大きな荘園を領有してまして、でそこの土地が結構、まあ、重要な拠点の、もう一つの重要な拠点になっていました。でそこの支配を結構頑張って、お父さんの定吉はしていたわけなんですね。で、その後弘永2年1343年に亡くなります。まあ、ここで亡くなったのが
運が良かったのか悪かったのかみたいなねこの後いろいろ大変なことになるんですけれども、そうですね、後々今川氏にこの浜松の城というのは取られてしまうんですが、結局室町時代が始まる前からどうやら領有をしていたらしいというところが、まあ、なかなか面白いところですね。さあ、お父さん定吉は亡くなってしまいましたが、この吉良定家光義の期待のホープコンビはバリバリ活動を続けてます。吉良光義が上洛した後、今度これもまたバトンタッチ、それまでは吉良定家が、引き付け当人として足利忠義の下で頑張ってたんですけど、光義が京都に来たことで定家がこう押し出されるように、先頭へ出かけていきます。で、彼は中国地方に派遣されて、当時南朝勢力がまだ残っていた田島や丹波や丹後、まあ、こういった地方で戦闘を続けていますし、稲葉守護に任命されるなどして中国地方で大々的に軍事行動を行ってました。まあ、相当やっぱ信頼されてたんでしょうね、相当なあの広域で戦闘をしていたっぽいです。そして、まあ、田島方面で戦後の処理が終わりますと、この定家くんは戻ってきます。上洛してきます。ですると京都に定家光義が再び揃うという状況が起きて、2人とも引き付け当人になり活躍すると。で、まあ、さっきから出てきてこの引き付け等にて何を引き付けるんだって話なんですが、まあ、これは不動産訴訟を引き付けてます。まあ引き付けてますっていう言い方は合ってるのか分かりませんが、まあ、いわゆる庶務沙汰と呼ばれるやつですね。平たく言うと不動産に関係する訴訟、まあ、この土地が誰のやつだみたいな、この家が誰のやつだみたいなことを裁いていたのが引き付け方で、そこの当人というのが、何人か選ばれてまして、で、まあ、それが要は不動産訴訟、まあ、当時の訴訟を司る人たち、ね、一番トップには尊氏の弟である忠義がいたという相当重要ポジションですね、これね。さて、しばらくはこの定家光定両者が京都にいて引き付けをしているという状況が続いていたんですが、弘永4年1345年に入ると、畠山国氏と吉良定家が奥州へ下校します。これは一体いかなるご存念かというと、奥州統治のためです。で、これまでに奥州統治には石同氏が当てられてたんですけれども、よくわかんないんですけど、なんか追加で送られました。で、この辺の話はあの死ぬほどややこしいので、以前解説したところを見てほしいと。で、昨年、もう2年前か、2021年9月に、奥州短大校という論文を解説しました。で、その時に、まあ、なんでこの国氏と定家が抜擢されて、欧州に行ったんだとか、なんかその辺の話を詳しくやってますんで、ちょっとこの辺の欧州情勢についてはちょっとそっちをご覧くださいというところですね。で、まあ、京都では、吉良光義とその子光定が活動してました。で、定義ね、お父さんの定義がもう亡くなっちゃったので、その息子の光義と孫の光定が活動するという時代にバトンがね、どんどん受け継がれていってたというところですね。複雑回帰でね、そう、そう、石堂とかなんか芝とかいろいろねいるんですけど、芝とかキラとか畑とかいっぱいいるんですけど、よくわかんないっていうね。さあ、時代は混沌へと踏み込んでいきます。建武政権、南朝勢力が弱まったと思いきや、幕府で内紛が起こり始めます。いわゆる官能の上乱というやつですね。で、今日はどうする家康から来てる人はもう多分もういないと思いますけれども、もうここまでの解説でどうする家康を楽しんでる層はもう何も楽しんでないと思いますので、その
この人はずっと何を言っているんだろうって思って帰っていってると思いますが、まあ一応ね、初心者向け解説として、観音の上覧を解説したいと思います。もうすごいですよ、本当特別ですよ。観音の上覧を解説するなんて。うちの放送は冥王の聖変とか観音の上覧とかも知ってる前提で話を進めるというのが、本当に自分でもひどいなと思いますけれども。解説目打っといて全然喋んねえじゃねえかってね、そう自分でもひどいなと思いますけれども、ちょっと他に喋ることが多すぎて普段は解説しないんですけれども、一応解説をしますね。はい。で、観音の上覧というのは何かっていうと、まあ簡単に言うと兄弟対決であります。で、当時将軍をしていたのはお兄ちゃんの足利尊氏でした。ただほとんどの、めんどくさごとをやっていたのは弟の忠義だったと。で、ただですね、尊氏とそしてその腹心である河野師直という二人は、確かにやっている仕事自体は忠義よりかは少ないように見えるんですが、重要なことをやってた。何をやってたかっていうと、領地安堵をやってたんですね。で、尊氏とか師直っていうのは、この河野師直っていうのは尊氏の、というか足利家の執事であって、尊氏の腹心的な人なんですけど、この二人が、領地の安堵、要は新しい新恩給与とか、そういったことをやってた。領地を誰に、安堵してあげるか、誰の領地、どこの領地あげるかみたいなことをやってた。だから確かに権限的には忠義がなんか裁判事とかね、なんか寺社のこととかいろんなことを政治のことやってたんだけれども、めちゃくちゃ大事なキーのところは尊氏がやってたんですね。ただ問題なのは、この所領安堵って、その万人受けする所領安堵なんてないわけですよね。女男限らず万人受けする人間なんていうのはいないのと同じで、全員が納得する所領の分配なんてできるわけがないと。で、しかも河野諸直っていうのは結構昔から嫌なやつとして描かれがちではあるんですが、彼自身はあんまり所領に対してのその執着が結構なさそうなんじゃないかなっていう人で、諸直自身もあんまりその俺は領地いっぱい欲しいみたいなことはあんまり言ってないというところがあって、で、そういう人が領地安堵するとどういうことになるかというところもあって、結構ね、この所領安堵に関してはもちろん尊氏諸直のおかげでありがとうございますみたいな人もいっぱいいるのと同じぐらい、尊氏諸直のせいでって思ってるやつもいっぱいいると。これがね、特にこの時期は建武政権が終わってまだ間もないです。で、室町幕府、幕府と呼べるものが、まだ出来上がってんだが出来上がってないんだがみたいな状況です。で、南朝型の勢力とずっと戦闘が続いてるので、非常にその所領安堵とかは流動的です。誰に安堵するとか、誰の土地が誰に行って誰が寝返ってみたいなことも結構流動的なので、余計にそれがこう不満がね、たまると。で、そうなるとどうなるかっていうと、忠義さんなんとかしてくださいというふうになるんですね。なぜなら忠義が次に偉いやつだからです。忠義はいろんな権限を、政治的な権限を握ってます。で、尊氏の代わりにやってることもいっぱいあるので、この忠義のところに、じゃあなんとかしてください忠義さんというふうにいっぱい人が集まってくると。で、これによって派閥抗争が起こったっていうのが、観音の上覧のざっくりした概要であります。はい。なんでこの辺のね、所領分配、所領安堵ってやっぱ難しいよねっていう話ですね。で、このいうね、こういう理由で対立してるので、派閥抗争と言いながらも、みんなその所領の不満とか、なんかいろんなその不満事みたいなの蓄積されて争いに至ってるので、要は、その根っからの尊氏派とか、根っからの忠義派みたいな、その、活動を始めた時からのファンですみたいなやつが非常に少ないアイドルグループなんですね、二人とも。で、今この曲が来てるから応援してるみたいな人が結構たくさんいる。で、今この処理を安堵してもらったからとか、今言うことを聞いてくれたからとか、今どっちが勝ちそうだからみたいなので、結構、流動的に動くんで、どっち派みたいなのがあんまないと。だから余計に泥沼化するんですね。で、実際、このキラ氏もその泥沼に足を突っ込むことになります。で、河野諸直と忠義の対立が激化した際にですね、キラ氏っていうのは基本的に忠義との関係性が深いです。なぜならば彼らは引き付け当人だから。で、引き付け当人、ここを管轄してたのは忠義だからですね。要は定家光義の直属の上司と言ってもいい人が忠義だった。とはいえ上司が忠義だからといって、忠義以外の人と何も関係がなかったかっていうと、そういうわけじゃない。そのややこしいところがこの右側に書いてあるんですけど、
吉良氏っていうのはまず足利一門であるというか御三家、同じ御三家である渋川氏とも血縁関係がありました。でその渋川氏の血縁関係を通じて忠義とか義明ともつながっていると。で足利義明というのは高氏の息子でありますから、まあ、これは高氏派と言えるわけですね。なのでもうどっちとも取れるみたいな立場で、別にどっちがどうっていうわけでもない、まあ一応上司が忠義だからみたいな感じで忠義派に引っ張られてる節がちょっとある。でこれはね石橋氏の時と全く同じなんです。石橋氏も、足利尊氏と忠義どっちにも縁が深かったんでちょっとどっちつかずみたいな感じになるんですよね。板挟みになると。でこれやっぱり足利の一門だからこそというかね、そうだから、例えばねこの渋川義末とかも、まあ、渋川義末はちょっと南北朝のあの戦闘の中で亡くなっちゃいますけど、この辺のね渋川氏とかも一見すると忠義との関係性がありそうだけれども、でも義明に嫁いでる女性もいるし、なんだったらこの渋川忠頼のあの嫁藩は河野諸直の娘なんで、もう誰藩のどこの縁戚関係なんだこれはみたいな、もうただただその足利一門とか仲いい人たちでこの血縁関係を構成しただけなのに、争いが始まったせいでごたごたになるっていう状況に陥ってます。でまあ、実際この忠頼とか結構幼少でね当主になるので、あの周りの勢力に結構振り回された人の一人ではあるんですよね。非常にね足利の一族だからこそとも言えるかもしれないですけど、ちょっとね流れが流動的になってますね。忠義ファンは多いけどアイドルが弱い、そうファン差が弱いですよね忠義はファン差が弱い、そうマジで分かる人は分かってくれると思うけど、そうでもファン差はね高氏の方がいいんですよ、そうまあ何を言ってるかっていうと、まあ忠義は一時的にねこの河野諸直に勝つんですよ。でもほぼほぼ忠義勝ちみたいな状況になるんですけど、そうなった時に忠義は普通だったら自分がお兄ちゃんの持ってた所領安堵の権限も全部奪って自分で全部やるべきなんですけど、所領安堵の権限を高氏に渡しっぱなしで自分は何もしないんですよね。で要は忠義派に味方して忠義派に勝ったのに、所領安堵は高氏が握ってるから高氏に所領安堵お願いしますって言いに行かなきゃいけないっていう、すっげえ変な体制になるんですよね。では忠義は別にお兄ちゃんと対立したいわけじゃないから、その高氏の権限を奪おうとしないんですよ。でもだったら忠義派についた武士たちは何のためについたんだって話になるわけですよ。だって高氏の所領安堵が気に入らないから忠義派についたのに、忠義勝ったと思ったら高氏の所領安堵権は何も変わらずずっと高氏が所領安堵してるっていうね、なんでみたいな、絶対忠義ファンはなんでだよって思ってると思いますよこれはまあそれがねちょっと忠義の敗因だろうなっていうところなんですけどね。そうでこの時の忠義が全然負けた感じが出ないのは、忠義が全然忠義の権限を奪わなかったからですね。ちょっと官能の上乱の話で終わっちゃうよ。で結局ですね、吉良氏は一番最初はどうやら定家も光義も忠義派だったらしいんです。ただどうやら光義は高氏派に途中で変わってるっぽい。要はお父さんは高氏派なんですけど、子供の光貞は結構強硬な忠義派で、もうこの光貞はね本当に忠義が死んでからもずっと反幕府勢力として残り続けるんですよ。でお父さんの光義は多分その間にもう高氏派に寝返ってるっぽいんですね。なのでここでお父さんと子供に分かれて対立するようになっちゃいます。で当時奥州に行った吉良定家は忠義派です。で厄介なことに一緒に派遣された畠山国氏は高氏派です。なので吉良定家は
欧州で欧州慣例として畠山くんと仲良くやってねって言われて背中押されて出て行って数年後にその背中押したやつの内紛に煽られて畠山とキラは争うことになるというね。まあその辺の話が欧州短大校で喋ってる内容です。まあこの観音の上覧をめぐってキラ氏が選択した道というのは、まあ、それこそ真田の犬伏じゃないですけど、お父さんと子供で陣営が分かれるというふうな状況になります。さあ、で実はこれ面白いのが上覧が終わってからの方が面白くって文長ね1352年には足利忠義が死去します。まあ、これは張本人が亡くなったことで、まあ、観音の上覧の最後っておそらくここだろうと言われてるんですけど、まあ、忠義が亡くなったことで事実上まあ戦う相手がいなくなったみたいな感じになるんですね。で同年にもうこの辺の話もね説明すると本当にややこしいんですけれども、足利尊氏は当時忠義弟と直接対決、まあ、するつもりがあったかどうか置いといて、忠義と結局対決することになっちゃいます。で忠義を、まあ、事実上倒すために関東に遠征するんですけど、関東に遠征をするということは京都を開けるということを意味するんですね。で開けた京都が誰かに奪われる可能性があった、つまりは後醍醐天皇を率いる南朝方に奪われる可能性があったと。だから足利尊氏っていうのはその辺のことを危惧して南朝と和睦して忠義を倒しに行くんです。ただ忠義が亡くなったタイミングをついて、要は尊氏がちょうど関東に遠征しているタイミングをついて南朝方がこの和睦を破ります。要はもう鬼の犬間に何歩やらですよ。もう尊氏がいなくなった、こんな好機はないと言って南朝方が講和を破って一気に上洛してきます。でこれによってですね、そう北朝の天皇家がまあややこしいことになるとか尊氏の息子の義明が、まあ上皇たちを置いて近江へ逃げたことで非常にややこしいことにはなるんですけど、ここで一応注目したいのは吉良氏の動向なんですね。で石堂頼久、まあ、これはもともと強硬な忠義派だったんですけれども、これと同じく吉良光貞たちは自分たちの旗頭である忠義が亡くなっちゃったんですけど、南朝が今度尊氏に戦いを挑んだので南朝方に加担をするという状況に陥ります。で当時南朝方後村上天皇なんかは必死に結構いろんな武士に南朝方においでよと呼びかけをしていて、で例えば時頼康なんかにも、様の神あげるから南朝においでよみたいなことを 調略してるんですけど、まあ、時頼康は結局それにはなびかないんですが、これになびいたのは忠義派の人たちでした。で南朝はこの石堂頼久を馬の神に、そして吉良光貞を様の神に任官します。で室町幕府詳しい人はご存知の通り、この様の神という官職はいわゆる将軍が名乗る官職、まあ当時はまだそこまで世襲はされてませんが、それでも当時でも忠義とかが名乗っていた鎌倉様の神というような鎌倉統治のための、官職というかね、もう鎌倉のトップに座る者の官職的な感じでちょっと扱われてた節があるので、まあ、この様の神を名乗るっていうことの重要性というのは南朝も十分分かってた、まあ、だからこそ足利に対抗するべき吉良氏に様の神を与えたんだろうというところですね。なので、まあ、この時石堂頼久が馬の神、吉良光貞が様の神としてこの南朝勢力で戦うと。でおそらく彼らが当時の南朝型の主力に近いような感じだったと思います。まあ、ここにね山名勢とかいろんなあの各武将たちが参陣してきて、こう京都奪還を狙うみたいな戦いが起こります。まあ、ただ結局ですね、尊氏が京都に戻ってきたりとか、まあ、うんやかんやうんたらかんたらあって、彼らは敗走する羽目にはなるんですけれども、一方で吉良光義、光貞のお父さんですね、
でお父さんは高氏派に早々に寝返ってたっぽいっていう根拠は、まあ、この辺なんですよ。文内4年、まあ、この忠義が亡くなってから3年後の話なんですが、ご高厳天皇を警護する役目を命じられております。でちょうどこの文内4年にも確か京都に、越前方面か北陸方面かの、反幕府勢力がなんか入ってきた時だったと思うので、まあ、そのタイミングで多分ご高厳天皇を警護する役目を、負ったんだろうと思います。で、まあ、このこれ以前も実は結構早い段階で高氏に吉良光義の吉良光義が自分の館を貸して、足利尊氏の本陣にしたりしてるので、多分光義はまあまあ早い段階で尊氏派に寝返ってたんじゃないかなとおぼしきです。まあ、ただ断片的な多分資料しかないからあんまりよくわかんないところもあるんですけど、まあ、多分そうだと思われます。で吉良氏に関してはね、ちょっと亀田敏孝先生の観音の条例でもあんまり記述がないんですね。バッサリ吉良氏は忠義派みたいな感じで書かれちゃってたので、まあ、どうやら谷口先生の、ご著書の中では、吉良光義は一応高氏派として書かれてたので、まあ、それに従いましたというところですね。そう、里見太郎、里見太郎懐かしいですね。サマの神で習ったない里見太郎ね。さあ、まあ要はこの段階に至ってもお父さんと子供の不死対立は解消しませんでした。でしかも、翌延文元年1356年に吉良光義は亡くなってます。要はもう父子の和解のないままお父さんが亡くなっちゃったという状況に陥りました。ここで問題になってくるのが後継者問題で、吉良光貞はこのあと、承知元年に1362年に幕府に帰参します。でこの帰参の過程もよくわからないんですが、太平記ソースだと確か、畠山国清が、京都でなんかいろいろね関東勢率いて出兵してきて、で中央の政治にまで口出ししようとしたから関東勢にそっぽ向かれて帰るという事件があるんですが、この畠山国清がなんか下校する時ぐらいの記事に、どうやらこの三河にいた吉良光貞が足利尊氏に寝返ったぞみたいなことがちらっと書かれてたようです。なので多分そのタイミングぐらいかなと言われてます。これもよくわかんないです。北海道で地震ありました。大丈夫ですかね。ちょっと身を守ってくださいね。ちょっと北海道にいる方がどれくらいいるか分かりませんけれども、ちょっとね、身の回りに落ちそうなものとか注意してくださいね。話に戻ると、要はですね、光貞が幕府に戻ってくるまでの間にお父さん死んでるんで、後継者ももう決まっちゃってるって話なんですよ。でこの光貞が戻ってきた段階ですでに弟がいたんですね。で彼の弟は吉良義高と、言いました。この吉良義高がすでに後継者として決まってたっぽい。ただ光貞が戻ってきてしまったので嫡流の座は光貞になります。ただこの義高もほっとくわけにはいかないので、ここで吉良家が分離するんですね。で吉良光貞の系統である西条吉良氏、まあ、これが嫡流です。で御三家と呼ばれたのはこっちです。で、吉良義高の系統である東条吉良氏、初流に分かれます。でこれでいわゆる西条吉良、東条吉良というのが分かれた。まあ、つまり西条吉良氏と東条吉良氏ってなんで分かれたのかっていうと、要は観音の将来でお父さんと子供で分かれたからっていうことなんです。でこのね、なんで光貞が嫡流になったのかっていう話なんですが、おそらくはこの後の話が絡んでくるんだと思われます。この辺もね、直接的に谷口先生はおっしゃってなかったんでちょっと不安なとこではあるんですけど、多分この後の政治状況が影響してるんじゃないかなと思います。なのでまあね、研究によってちょっと変わってくるんですけど、
基本的に東条きらしっていうのはここから分かれた家のことを指します。なのでさっきから出てきていたこの関東きらしっていうのは東条きらしではないです。ただまあ昔の研究とかだとこれを東条きらしと呼んで、なんかさっきの東条きらしをなんかあの後期東条きらしみたいな感じで呼び分けてるやつもあるらしいんで、まあ、全くの間違いではないかもしれませんけど、ただ基本的に東条きら西条きらっていうとさっきの2つの家なんです。で関東きらしはまた別です。で関東きらしはちょっともう解説をここから省いてしまったんですけど、この後ですね奥州短大として奥州に行ったきらしなんですけど、間もなく奥州から姿を消して、で結局拠点が関東にあったので、まあ、世田谷の、舞田という土地に、ちょっと牧田と呼んでましたけど前回までね、舞田という土地に移って、そこで土着します。で後に舞田殿というふうに呼ばれて北条氏の配下に入ります。で北条といっても御北条の方ですけど、で要はこの関東きらしって結局この後関東の、まあ、土着勢力みたいな感じで生き残り続けて、でちなみに吉良上野介の時代まで生き残りますこの人たち。で最終的には吉良上野介が失脚してお家取り潰しになった時、この関東きらしが代わりに入ってきて吉良家を継いだと。なので明治に残ったきらしというのは実はこの定家の系統なんですねっていうねで今の話をガチ解説でスライド用意しようとしたらもう収集がつかなくなったから省いたんですそう今の話を入れようとしたんだけど、それを全部入れようとするともう50枚とかになりかけたんで、そうだから関東きらしも関東きらしで研究が他にあるので、またちょっと機会があったらね触れたいと思います。そうです、江戸時代の後継舞田氏ですね。そうなので途中までは舞田氏という風な名前を名乗ってるんですけど、吉良上野介が、まあ赤穂事件でねお家取り潰しになったことをきっかけにして舞田氏が吉良氏へと名前を戻して吉良を継ぐという話ですね。そうこの吉良義隆の名前もよくわかんないですよね。そう安谷さんの言う通り、なんか高義って書かれるやつもあるんですよ。そう高義って書かれる資料もあるし、なんかでも一方で義隆って書いてる本もあるからよくわかんないですね。まあ、今回は一応種口先生の本のご紹介ってところなんで、種口先生の書いてるところに従ってますね。さあ東条吉良西条吉良に分かれた後、吉良氏は幕府に戻って復権の途を歩みます。でここで大事になってくるのがどうして復権できたのかっていうか、この前まで反幕府として戦っていたのにどうして急に復活したんでしょうかっていうことです。それはしばしがいたから。この辺の政治的な話もだいぶはしょりはしますけれども、中央では当時しば義行が官吏を務めていました。ただしば義行はまだ若年でありますので、そのお父さんであるしば高常が幕政を主導しておりました。でこのしば氏の復権というのは、復権というか、まあ、しばしって言って一時没落してたところもう一回戻ってきてるみたいなところがあって、でしばしが戻ってきた途端いろいろ政治体制が変わっているんですね。で、まあ、もちろんねこういうふうに右の系図に書いてあるように、そもそも吉良氏としばしの間には婚姻関係が一つあると。で吉良光貞の娘がしば高常の息子しば義行に嫁いでる。でしかもその間から生まれたのが柴家の嫡男柴義重だと。要は柴家と結構婚姻関係を強く結んでいるわけですね。だからひょっとしたら後年西条吉良氏の当主が
司馬吉宗の娘をめとったっていう話はこの辺とも絡んできてるのかもって思ったりはしますけれども、まあその辺の真相は分かりませんけど、で、まあ、そういう意味で司馬家と婚姻関係があるっていうのがまず一つで、もう一つが司馬高常がやってた政治っていうのが忠義がやってた政治のまあ復興主義みたいなところがちょっとあって、で忠義が作っていたというか仕切っていた引き付け方っていうのは一時期なくなってたんですけど、この司馬高常が復権したタイミングで復活します。でこの引き付け方の当人にこの吉良氏の嫡男である吉良利氏が任命されるんです。要は忠義派の復権が起こってるんです。この時なんでこの間まで反幕府勢力として戦ってた吉良光貞が幕府にのこのこ戻ってきて司馬家と婚姻関係を結んで幕府の重職につけたのか、多分忠義派だったからじゃないかなと思います。司馬高常と一緒に旧忠義派として復権を遂げたからじゃないかなと、まあ、この辺はねちょっと明確に書かれてはいないので正直僕の推測にはなるんですけど、ちょっと谷口先生も多分ここまでは言ってないのでちょっとわかんないですけど、まあ、ただ可能性としてはありそうっていう話ですね。そうですね、多分司馬と吉良と渋川ってやっぱり御三家というか足利のね一門衆っていう感じで結構婚姻関係は強く結んでいる感じですね。そうだからここに来て隠れ忠義ファンがね隠れ忠義ファンが出てくるわけですよ。そう、残念ながら石橋はこの輪には入れてもらえなかったという悲しみね。さあ一方で、地方での支配も進んでおりました。真言宗鴨江寺というのがあって、まあ、鴨江寺というものか分かりませんが、ここに権利の保障をしています。でこの鴨江寺鴨江寺というのは浜松の城のすぐ目と鼻の先にありましたんで、もう浜松城の中にあると言ってもいいような寺院でした。これはもうお分かりの通り浜松の城の支配を円滑化させるためにこの地域の有力寺社を取り込んだと。だから地方支配もやってるんですね。で中央では政治的に復権しながらも地方でも、支配を続けているという。でこれがまさに室町シティボーイ的なね、そう室町の有力な武将たちっていうのは京都にいながらにして地方に代官を派遣して地方支配を進めるというのが基本的なやり方なので、この辺の地方支配もしっかりやってたというわけですね。で面白いのが吉良利氏って司馬氏の娘をうんたらかんたらっていうね話がさっきありましたよね。で司馬氏に自分の妹を嫁がせてる、まあ光貞がね娘を嫁がせたわけですが、これだけじゃなくって今川良春の娘をめとってるんですね。で要は遠江守護今川氏との関係を強化していた、まあ、今川良春って、当時駿河にいた今川氏の分家ではあるんですけれども、まあ同族ですので、でこの遠江の守護を当時は今川氏がやっていたというのもあって、この関係強化のために今川良春の娘をめとっております。ただ一方で安堵したばかりのこの鴨江寺、まあ鴨江寺、まあ安堵自体は結構この先代からやってはいるんですけど、寺領を突然取り上げるということを行って妙殺制度をなる前奏に寄進をしているというような事例がありました。まあ地方支配のためにせっかくこの寺の領地を安堵したのにそれを取り上げてなんか別の前奏に寄進すると、何をやっとるんだという話なんですが、これが結構政治的な背景があり、問題なのはこの寄進した先なんですね。妙殺制度というのは誰なのかというと、実はこれは臨済宗無双派の前奏でありまして、当時天龍寺の、トップなんかをやってた春国妙派という人の後継者として、京都報道寺というところに入りました。要は臨済宗無双派の当時の、トップであった春国妙派の
後継者扱いされてた人、無双派の人物なんですね。もう大体この春国明派という名前を聞いてピンときた方は本当に室町クソオタクだなという感じですけれども、治療を寄進した時期は、嘉慶元年1387年、当時慣例は芝義行でした。春国明派というのは芝氏と関係性が深かった、まあ、なぜならばこの芝氏と対立していた細川頼之と、関係が悪かった人だからなんですね。でこの春国明派っていうのはこの芝より前に慣例をやってた細川と対立して一度は没落していた人なんです。ただ春国明派はその後復権します。なんで復権できたか、これは吉良氏と一緒で芝義行によって復権されたんですね。でこれ何が言いたいのかというとですね、要は芝氏吉良氏による禅宗の勢力拡大を狙ったのではないかと。どうして突然この鴨江寺に安堵していた寺領を取り上げてわざわざ禅宗に寄進したのか、この禅宗が芝とつながる人物だったからではないかと。で吉良氏というのは芝氏と関係性が非常に深くって、まあ、そこのおかげで自分が復権できたみたいなところがある。で立場を同じくする臨済宗無双派の禅宗を取り立てたのも同じ理由なのではないかと。芝氏との連携っていう視点があったから一緒にこの勢力拡大というところに手を貸したのではないかというところなんですね。そう、攻略の政変の構図ですねこれはね。そうでまあこの辺はね、まあ、難しいところでもあるので、まあ、そこまで抑える必要はない、分かる人だけ分かっとけばいいレベルの話ではあるんですけど、重要なのはもう一つで、実はこの鴨居寺の寺領没収って失敗してるんです。で奪いますって言って翌年に返してると行き当たりばったりかよみたいな感じなんですけど、まあ、要は寺から非常に大きな反発を受けてやめてるんですね。なんで成功しなかったのか、これはおそらく今川氏の妨害があったのではないかというふうに推測されてます。でこの辺はまあ谷口先生の論文で言われてるとこなんですけど、今川良春、まあ、当時の今川氏の、文系の一人ですけれども、まあ、ただ有力者ではありますね。彼は細川氏の講演、細川頼之の講演で九州短大として活動しました。で要は細川派と見られる武士なんですね、今川良春というのは。で今川氏って、まあ、この後の歴史を知ってる人はご存知だと思いますが、芝氏と非常に仲が悪い今川というのは芝と本当に因縁の対決ぐらいバトりまくってる。で何かというと、まあ、遠江をめぐってバトルを続けているんですね。で今川氏は遠江の守護をもともと持ってたんですけど、1400年代に入る、15世紀に入ると芝氏に交代します。でなんで交代したのかが分かりません。これがなんで交代されたのかがよく分かりません。ただなんか交代しました。で基本的にこれ以降今川氏と芝氏っていうのはこの遠江の、場所をめぐって非常に仲が良くない。で結局これが後の芝氏の、奉行にあたる織田と今川のあの桶狭間にまで引きずられる、もうこの時からの因縁ちゃ因縁なんですよ、今川と芝の対立というのはね。でもうこの14世紀後半、15世紀初頭ぐらいからの対立構図がもう桶狭間でまでほとんど変わることなく続いているというのが、まあ歴史の面白いところで、もう室町時代からずっとそうだというわけなんですね。でこの芝派と細川派の対立というのは、まあ、この今川氏も絡んで芝氏対今川細川っていうような構図になっていたんじゃないのかなと。で結局何が言いたいかっていうと、吉良氏は
千葉市とも婚姻関係を結んでるし、今川市とも婚姻関係を結んでるんです。要は、まあ、二枚舌というと言い方は悪いかもしれませんけど、どっちとも関係が深いんですよ、千葉と今川で。両方と婚姻関係を結んでる。で、中央では芝と仲良くしてる。で、芝派が優遇してたの春屋妙派とかの禅宗の人たちの影響を受けて、なんか自分のこの遠江の所領なんかに禅宗の人たちをこう入れ込んで、なんか芝派のいいようにやってるんですよ。でも一方で遠江の守護である今川氏との婚姻関係を結んでるという、でこの非常に複雑な関係性ですよね。でこれをまあ二枚舌をやってたと取るか、そう板挟みにあってたと取るか、どっちにもいい顔してたと取るか、バランスを取ってたと取るか、もうこれは難しいところなんですけど、まあ逆に言うと吉良氏っていうのは現地では守護今川氏の力が強いっていうのが分かってるので今川氏とも関係結んでるし、中央では芝の力が強いってのがあってから芝氏と結んでるっていう、まあ、ある種頭のいいやり方っちゃ頭のいいやり方なんですね。まあ、ただ あまりにもちょっと芝派の言うことを聞きすぎたというか、芝の言いなりになりすぎたというか、この禅宗を国の中に送り込むっていうのはさすがにちょっとやりすぎて、失敗したんじゃないのかなというところですね。そう、普通だとねこれ嫌われかねない、倒されかねないやり口なんですが、多分これうまいこと言ってるのは吉良氏がめちゃくちゃ偉いからでしょうね。あの簡単に手出せる相手じゃないからだと思います。あの吉良氏は吉良氏で、あの足利に次ぐ地位というか、まあ、芝と対抗できるぐらいの価格を持ってるので、まあ、それこそ細川今川なんちゅうのはもう、あの価格的に言えばもうゲノゲレベルなので、多分吉良氏からしたら、まあ、一応地域の守護になってるから関係結んどこかぐらいの感覚だった可能性もあります。まあそれぐらい吉良の地位というのは高いので、まあ、そういう立場だったかもしれません。なんかそのどっちに振っていいかわからない黒人みたいな弱さではおそらくないと思いますね。さあそんな吉良氏の力が一番強まるのはまだこの後です。吉良義久義直の時代です。遠江守護がついに芝氏に交代します。でこれによって今川が一気に力を弱めているんですね、遠江においては。でこうするともうやりたい放題、禅宗寺を作りまくるわけですね、まあ、作りまくるというか。で曹洞宗とか臨済宗のお寺を作りまくります。で特にこの不在寺というお寺は、東海地方、あの遠江のあたりにもう13カ寺ぐらい、なんかこの寺に連なる不在寺につながるなんか寺がドワーッとできてですね、一大勢力、曹洞宗の一大勢力を作り上げてます。で、まあ、ただねこの不在寺っていうのはこの後もう一回出てくるんですよね。どこで出てくるかお楽しみって感じなんですけど、で臨済宗では、受領庵ですかね、というのが浜松の庄に展開して、もう今川がいなくなったからもうやりたい放題、禅宗を布教しまくるというところですね。で、この時代になると実は地味にこの利氏の時代って吉野氏を名乗れてないんですね。で利氏ってね、普通ならばまあ吉氏とかね、吉俊とか名乗りそうですけれども、吉野氏をもらえてないというところがあって、まあ、この時代ね実際吉野氏が将軍の文字として意識され始めた時代で、簡単に名乗ることが許されなかったということもあって名乗れなかったんですが、吉久の頃、吉直の頃に復活します。で、まあ、この原因というのは、まあ、足利御三家サミット会でも解説をしたんですけれども、芝氏の地位が弱まったから吉良氏の地位が相対的に上がったのではないかと、思われます。で芝氏というのは当時家督継承が不安定でした。息子が次々に亡くなる、幼少でどんどん後継者が亡くなっていってしまって弱体化の一途をたどってました。でこれによって吉良氏の地位が、
相対的にアップすることで御三家になるまで上昇します。で要はこの時期というのは、まあ、御三家サミットでも言ったので詳しくは省略しますけれども、足利将軍家の後継者問題っていうのが起きてた。なので足利後継者がいなくなった時、ストックになるような人を作らなければならない。でそういった時に芝を入れるか入れないかってなった時に、芝家は当時弱体化していたし、芝を復活させるっていうのもちょっと将軍家的に危ないと判断した将軍家は、これの代わりにキラを、まあ、上げたというような形なんですね。で、まあ、キラ家がここで、トップクラスの地位に躍り出るという時代になります。で、まあ、実際、まあ、この辺も千葉氏の、まあ、力がね弱まっても吉良氏の力が弱まらなかったというところがやっぱ注目すべきところで、これ辺がねやっぱり戦国時代に至っても地域権力として残った理由だと思うんですね。で彼らは決してその自分たちの地位だけにこだわらずですね、遠江の所領の支配とかを積極的に行っていたので、最終的に下校する先があったんですね。でこの辺がねやっぱり石橋氏とはちょっと違うところで、石橋氏っていうのはやっぱり地方にどれだけ所領があったのかあまりよくわからない。で経済的にはある程度力はあったっぽいんだけど、安定した所領支配がどうやらあんまり行われてないんじゃないかなっていう形跡があったんですけど、まあ、吉良氏っていうのは、そもそも遠江って彼ら の守護人国でもないし、もともとの領地でもないんですけど、この浜松の将という将軍はずっと展開し続けていて、でかつ三河の吉良将も持ち続けている。でその状態で中央ではめちゃくちゃ偉い地位についてるっていう、まあどっちもやってるわけですね、地方中央両方でやってると。これはやっぱり鎌倉時代から変わらないスタンスなんだろうと思いますね。だからこそ石橋氏とは違って、最後まで拠点が残り続けて生き残ってたっていうところもあるのかなという気がしますね。さあでそんな吉良氏はですね、逆に芝氏を支えるぐらいの存在になっていたという形跡があります。でそれがですね、文安4年1447年、吉良義直、吉良義久が自分の娘を幼少の当主である芝義武に嫁がせております。要はもう芝家が夭折続きで、もう当主が全然長生きできないし、ちょっと家が危なくなってるっていうので、まあ、自分のこう身内というか娘を嫁がせることで芝家を支えようとしてるんですね。でこれがねやっぱり御三家としてのまあ横の連携みたいなところも、あるんでしょうけれども、一門としてのね、足利一門、足利の名字を名乗ってきた人としてのこう横の連携みたいなのがちょっとこの辺で見え隠れします。まあただ残念ながらこの嫁がせた相手の義武の方が先に亡くなってしまうと、京徳元年1452年に亡くなってしまいます。もう嫁がせてわずか5年で亡くなっているというね、本当に義久の娘さんは本当にかわいそうだなというか、心中察するばかりっていうところですけれども、まあ結局ですね、芝家の当主っていうのは、所領家の義利、そして渋川市出身の吉門で対立することになります。でこのね流れを見てると、なんで柴家に渋川市の人が突然入ってきて後継ぎになったのかっていう理由がね、実は突然のことではなかったのではないかってことですよね。で南北朝時代もそうでしたし、この時代もそうなんだけれども、柴家の家督が危なくなったら、こう吉良氏の人が嫁いできたりとか、でもともと婚姻関係が複雑に結ばれていたりとかね、それからそれこそ渋川と吉良の婚姻関係もありましたし、で芝と吉良の婚姻関係もありますし、もともと多分御三家とかこの足利一門の中でも足利名字名乗ってた人たちっていうのは多分関係性がもともと深いんだと思うんですね。なので、まあ、そういうバックグラウンドを経ているからこそ、芝氏にこの渋川氏の人が当主として入るっていうことが、まあ自然にできたんだろうと思われます。で実際この時足利義政は御三家の人たちに命じて、この芝氏の復権みたいなことを手伝わせてたという形跡があるので、まあそれ自体
ずっと昔からの婚姻関係の延長でもあるし、吉政の政策でもあるしっていう感じでね、一門同士の横の連携みたいなことがあったのかなというところですね。さあ、芝義門、芝義利が出てきたっていうことは応仁の乱が発生してるっていうことなんです。で、応仁の乱におけるこの吉良氏の動きっていうのはあんまり正直谷口先生の本では言及されてませんでした。で、ちょっと他の論文を参照しないとわからなさそうだなっていう感じだったので、ちょっと省略はさせてもらいます。一個わかることがあるとすれば、当時西条吉良と東条吉良で別々の陣営にいたと。じゃ何がややこしいって、西条吉良氏が東軍で、東条吉良氏が西軍っていう、この、なんかもうバカが考えたパズルみたいな、その、西が東軍で東が西軍みたいな、その、西から登った王妃様が東に落ちるみたいなさ、おこんな感じでややこしいんですけど、まあ、西条吉良と東条吉良で、陣営が分かれていたということがわかりますね。さて、応仁の乱後の話に移ります。時代は戦国時代へと入っていきます。応仁の乱の後、今川義忠が遠江に侵攻してまいります。遠江の地は久しく柴家が持っておりましたが、柴氏が応仁の乱によって弱体化したことによって今川の侵攻にさらされる羽目になります。で、この時まで吉良氏は在京を続けてましたので、現地の遠江の荘園の中には非官人がいましたけれども、この非官人が今川派と芝派に分かれて分裂をしてしまいます。で、伊能氏という吉良氏の非官人は今川派で、小見氏と呼ばれる吉良氏の非官人が芝派についていました。で、これによって今川派と芝派によってこう非官人が割れると。で、これがね、芝今川両方と関係を持ってきたことが裏目に出てしまったと。で、もちろん今川氏芝氏両方に関係を持つことによって、まあ、浜松の所領を持っておこうという話だったんですが、まあ、残念ながら、まあ、それが原因で、非官人たちが分裂するというところになってます。さあ、今川義忠はただこの時討ち死にをするんですね。まあ、これがね、いわゆる伊勢宗瑞の登場に関わってくるところではあるんですけど、文明8年1476年に、当主の今川義忠が討ち死にをしてしまいます。で、今川が死んだので芝派が勝ちます。で、浜松城の大官はもともと今川派の人物が入ってたんですけど、大河内という芝派の人物に交代されて、この人が着任することになります。確かにね、小見ってこれなんか古代の豪族で小瀬氏って言いましたけどね、そう、巨大な勢いって書いて小瀬氏でしたっけね。そう、そう、まあ、この今川のね、義忠が亡くなったことによって、まあ、この後継者争いが起こってね、そう、それで氏綱とかが出てくるんですけど、さあ、義忠の死後内紛が起こります。今川氏綱と叔父の伊勢盛時が、まあ、この内紛に勝利して、今川氏綱の時代に入っていきます。まあ、この辺はね、シンクロ走るとかで描かれているところで、まあ、宇治鹿の、母親が北川殿という女性で、この女性が、いわゆる北条早雲こと伊勢盛時の姉であるというところで、まあ、宇治鹿から見ると伊勢盛時はおじさんなんですね。まあ、この両者が家督争いに勝つというところで、さあ、ただ
今川が復活するということは遠江への侵攻が復活するという話で、しかも当時ややこしいのが中央で冥王の政変が起こってるんですね。なので将軍家が足利義澄、足利義胤に分裂をしています。もうちょっと冥王の政変の解説もしようと思うとまたもう大変なことになるんですけど、まあもともと将軍についていた足利義胤が幕府のいろんな人たちに、まあ、そっぽを向かれて、主に細川政元なんかによって、将軍の座を廃されて新将軍として義澄がやってくると。で将軍家が分かれたことによって芝と今川もそれぞれの将軍について対立することになりますが、この対立構図というのは、1499年頃以降でございます。本当は一番最初は今川宇治親は細川政元型でしたし、芝義統は芝義統で、足利義胤型でした。ただこれなんでこの勢力が逆転したかというと、当時中央で力を持っていた細川政元が東国の勢力と協力をし始める、すなわち越後上杉氏だとか、扇ヶ津上杉氏だとか、そういった勢力、まあ、関東の勢力も含めて、連携をし始める。でこれによって逆に今川の背後を脅かす存在である上杉氏と細川氏が組むというようなことになって、まあ、今川宇治親というのは細川政元と最初連携してたんですけど手を切られてしまうという状況に陥るんですね。なので、まあ、立場が真っ二つに逆転をするという状況にはなっています。まあ、ただここで押さえておくべきは、義澄派が芝義統であって義胤派が今川宇治親派である、今川宇治親であるというこの構図さえ覚えておけばいいんです。でこの構図になってしまったことが運命の分かれ道でもありました。なぜかというと義澄派が没落するからですね。永正4年1507年、細川政元が暗殺をされます。で将軍義澄は細川政元によって支えられていたので、没落してしまいます。でこれと交代するように足利義胤が復権をするんですね。これどういうことを指すかというと、没落した義澄派についていた芝氏が没落するということを指すわけですね。今川宇治親は義胤が復権したことによって遠江守護に任命されます。もう正式に守護までもらってしまうと。で芝氏はもうこの義澄が没落したことで後ろ盾を失うだけでなく、戦闘でもボコボコにされてしまって、芝派の大河内氏と小見氏が、今川氏によって倒されてしまう。で当時遠江まで遠征をしていた芝義通は浜松不祭寺にて降伏をして尾張へ送還されると。これが運命というやつですね。芝氏が吉良氏との関係性で浜松に建てた禅宗の寺で芝は降伏をすることになったと、あろうことか今川氏の手によってというね。自分の一族の影響によって立ったこの禅宗の寺でまさか今川に頭を下げることになるとは、この50年60年前に思ってなかったでしょうが、まあ、こういうことが起こるわけですね。本当に何の因果かこんなね、本当に不祭事で降伏してしまうという状況なんですが、でこの絵によって芝義通は尾張へと送還されます。でしかも悪いことに吉良氏が領有していた浜松の将はこの時今川氏によって没収されてしまいます。要はもう遠江の守護に任命されて遠江全土を治めてしまった今川氏は吉良氏の所領まで奪ってしまうと。これがね非常に面倒くさいことになってるんですね。そうですね、諸行無常ですね。さあ、吉良氏の当主はどうやら永正期とかまではずっと在京していたらしいです。で、永正期の当主である吉良義信、彼は、
吉種が復権したことで三河守護に任じられた可能性があると他の論文で指摘されています。要は吉種派だったらしいんですよね。だったら仲良くできるんじゃないかって話なんですよ。今川と吉良って両方とも吉種派なんですから仲良くできるんじゃないかって話なんですが、遠江をめぐっては複雑な関係性にあったようです。で、めんどくさかったのが、要は非官人が分裂してたってことですよね。大河内氏とか小見氏っていうのは確かに芝派の人物でもありましたが、元を正せば吉良の非官人なわけですよ。で、吉良の部下なわけですよ。で、今川はこの吉良氏の部下に苦しめられてたわけなんですね。芝派だろうが今川派だろうが、そんなことは今川からしたら知ったことじゃないわけですよ。いやいや、芝派だろうがなんだろうが、お前のところの部下が今川に対抗してたんだけど、という話なんですよね。でも吉良氏からすれば現地の話は現地の話なわけで、そんな言われてもみたいな感じなんですよね。この大河内氏小見氏がついたのもたまたま芝派が勝ったもうというか、今川義忠が死んだのが悪いんだろうと吉良からすればそんな話なわけですよね。今川義忠がなんかムザムザと戦いで死んでるから芝派の非官人がついてるんだろうと吉良からしたらそう言いたいわけですが、まあ今川からすればでも吉良の部下がうちの邪魔してきてんだけどみたいなことなわけですよね。で、やっぱこういう複雑な関係にあったがためか、吉良義信っていうのは永正13年1516年に出家をしています。で、この翌年に、所領を丸々、奪われるという事件が起こってます。なので、まあこのね、所領を奪われたというのもちょっと規定路線っぽい感じはあります。で、どうやらね、そのさっきも言ったように今川氏は吉良氏に対して、この小見氏と大河内氏を何とかしてくれと、なんかお前んとこの芝派の部下がすごい邪魔してくるから、なんか止めてくれないかというふうに吉良氏に願い入れてたらしいんですけど、まあ吉良は吉良で京都にいて、で、やっぱり基本的に中立な立場を保っていたので、まあこの大河内小見氏がまあ活動をしているっていうのを別に止めもしないし応援もしないみたいな状況だったんですね。まあなので、ここに来て今川がまあついに切れたというわけですね。で、遠江の所領を奪われましたが、ただ彼らにはまだ三河吉良が残ってます。で、当時ね、この系図上は吉信の子供吉本っていうのがいるんですが、これがね早めに亡くなってしまっているので、孫の吉高に家督継承します。で、この頃から活動拠点を三河西条へと移します。で、逆に言えばこの時まで在京してたっていうのがすごいだと思うんですけど、まあそれだけ在京できる金があったっていうことでもあるし、よくやってたんだなっていう感じではあります。まあ遠江が奪われても三河があるので、まあ、彼らは三河へと下校してその後暮らしていくと。で、三河の一領主になったタイミングっていうのはおそらくこの辺りなんですね。で、永正16年に入ると後継者となった吉良義孝が元服をします。で、今川氏親の娘をめとります。しかも駿河善徳寺の住職には吉良氏の人物が入ります。方向転換というか、方針をガラッと変えます。それまで吉良氏っていうのは遠江の争いをめぐって、まあ、今川派とも芝派とも取れない動きをしてたんですけど、一転して今川氏に、くっつくようになります。で、まあ、今川氏親の娘をめとるとか、で、この善徳寺の従事になったこの吉良氏の、近景昇春っていうんですかね、この人物が実は大元宗府摂斎のお師匠さんにあたる人物なので、まあ、これもこれで今川氏の非常に影響を及ぼした人物というかね、そう、実は大元族に摂斎と呼ばれる人のお師匠さんが吉良氏の人だったという話でもありますね。まあそんな形で今川氏との関係性を強く深めていった吉良氏ではありますが、まあ、反対に京都との関係は薄れていったようでありまして、大立上皇の日記で吉良氏が名指しでディスられてる記事がありまして、細川図州、これ細川隆久という幕府のお部屋衆の人ですが、預かり書状を預かり、吉良殿は近年音なくですかね、はい、まあ要は音沙汰がないと。これ何を言ってるかというと、
吉良氏は幕府に出資がございませんよという話ですね。で、まあ、細川隆久というのは当時の将軍の側近衆の一人なんですけど、まあ、この人が、将軍側近の中でも当時、長老閣にいたこの大立上皇に対して、なんか吉良さんだか最近幕府に来てないですけど最後に来たいつでしたっけねみたいな話を持ちかけたわけですね。でそうするとこの大立上皇もよく覚えて、もうこの時もまあまあじじいですけどよく覚えてるんですよね。いや最後に来たのは天文7年でしたねみたいな本当にもうこの大立上皇ってマジ記憶どうなってんだと思うんですけど、覚えてるんですよね。で天文7年に、使者というかね出資してきたのが最後で、それ以降は全く音沙汰ないよというふうに返事をしております。まあ要はこの大立上皇のバチバチの記憶力によって天文7年以降吉良氏は実は幕府に出資してないということが、まあ、バレたというところで、おそらくこの天文年間ぐらいでもう完全に在国に切り替えて今川氏との関係強化に努めてたんじゃないかなというのが、まあ、大立上皇の記憶力によってわかるという話ですね。大立上皇は多分この時80代です。そう、80代の幕臣の生き字引がめちゃくちゃ記憶力いいという、ね、で、まあここでねやっぱ気にしておくべきというのは、普通の守護家、まあ六角なり、赤松なり細川なり芝なりなんなり、普通の守護家であれば別に幕府に出資してなくても別にいいんですけど、問題は御三家だっていうことですよね。で吉良氏っていうのはそもそも御三家として将軍の血のスペアとして残されていた家でずっと在京してた人なわけですよね。で永正年間まで在京してる大名って結構限られてますので、そこまで在京してきた吉良氏ですら下校することを決めたっていうことですよね。だまあこれがまあ一つ、まあ足利の権威とか足利の血の権威みたいなものの、まあ、薄れ始めている一つの、まあ、めくるマーク的なね、なんかそういう風にも取れるんじゃないかなというところですね。まあそもそも当時の足利家は血のスペアどころか異卵地が異卵地があるんでね、吉種派と吉住派とかいう、なんかお互いいらない血があるなみたいに思ってる時代なんで、ちょっと血のスペアとかいう以前の問題ではあるんですけどで、まあ、上洛せずに下校した要因っていうのが、まあ一つはさっき言ったように今川氏との関係強化なんですけど、もう一つ物理的に無理な要因があって、それは何かっていうと、そもそも当主がいなかったっていう状況がちょっとあります。何かというと、天文9年1540年に吉良義隆の子供である吉良義里が戦死します。吉良義里はこれはねちょっと今川家とかいろんな軍記物で記述がバラバラなんですけど、どうやら織田信秀の侵攻によって、戦死したのではないかと言われております。で当時ね今川義元はいわゆる加藤一覧と呼ばれる、北条氏の侵攻を当時受けていて、駿河の東部で戦闘を続けていました。なのでおそらくはこの今川氏が北条氏とかに、ご北条氏とかにね、気を取られてる隙に、織田信秀が三河へと侵攻してきた。でそのタイミングで西条にいた、吉良義里が戦闘をし、敗北してしまったのではないかというところですね。でこれがねやっぱり在国することのデメリットの一つですよね。直接的に対峙しなくてはいけないというところでね。さあ後を継いだ弟の吉良義康、義里の弟には吉良義康というのがいました。でこの吉良義康は天文18年1549年に今川氏に攻められています。あれという話ですよね。さっきまで今川にあんなにべったりだったのに、なんで今川氏に攻められる立場に変わってんのっていうことなんですよ。でこの理由がまたよくわからないんですね。でおそらくは非官人である後藤氏の主導によってでこの吉良義康というのが織田派芝派になっていたのではないかと、
でその証拠として柴吉宗が娘、柴吉宗の娘を、めとっているということがあります。で吉良吉康の娘には柴氏の、吉良吉康の、お嫁さんですね、結婚相手というのが柴氏の人物だったっぽい。でしかもこの婚姻を主導したのは非官人の後藤氏ではないか、まあ、当時吉良吉康っていうのは年齢がまだ若いそうなのでね。でこの辺も、本当であればいろんな論文を参照してもうちょっと検討したいところではあるんですね。まあ谷口先生の本ではこれぐらいのこととして書かれているんですけれども、この吉良吉康というのが、まあ、記録によってはですね、東条吉良氏の養子に入ったんじゃないかという話があります。で東条吉良氏の養子に入っていた吉良吉康はこのあと西条吉良氏、まあ、本家の吉良氏の後継者としてもその座を狙おうとして挙兵をしたのではないか。でその際に吉良吉康の母親というのが身分が低かったために柴吉宗のこう娘をめとることによって価格を高くしたのではないかみたいな話が実はあってね。でもこの辺の話もちょっと僕も論文をたくさん参照してるわけではないのでちょっとまだわからないところもあるんですけど、ただねその説を取るときに問題になるのがじゃあ吉良吉明らはどっからできたんだみたいなちょっと話もあってちょっとこの辺むずいんですけど、まあまあ一つ言えることとしては今川氏と敵対する立場になったってことですね。さあ時代は進んで弘治元年1555年、断片的な資料からはこの時にも今川義元が吉良吉康を攻めたという記録があります。でこの際に織田信長は支援をします。でどうやらこの時にも織田勢方にいたようなんですね吉良吉康がね。で、ただ織田信長の支援を得るんですが敗北してしまって吉良吉康はここをきっかけにして、駿河へと護送されることになります。でこれに伴って西条吉良氏というのは事実的に断絶の浮き目に遭います。駿河に送られてから一体彼がどういう人生をたどったのかよくわかりません。一方ですね東条吉良氏を継いでいたのはこれ吉康のさらに弟である吉良義明という人物でした。まあ、この三者が兄弟になっているんですね。なのでまあ義明というのはどうやら西条吉良氏の出身のようなんですが東条吉良氏を継いでいた。で東条吉良氏は東条吉良氏でなんか家がもう半分断絶してたらしく、まあ、子孫がいないという状況に陥って養子を入れたっぽいんですけど、その養子入れた先が義康なのか義明なのかみたいなところがちょっとよくわかんないんですよこの辺がだから谷口さんの本でもあんまり詳しく言われてないのでちょっとよくわかんないですここが。うん、僕はなんかいろんな論文を読んでる中でそういう話もあったんでちょっとここはね機会を別にしてまたやることがあるかもしれません。というか東条吉良氏は結構戦論がいっぱいあるっぽいんでちょっとそっちを読んでからじゃないと何とも言えないですだから今回はあくまで御三家だった西条吉良氏の話っていうところで終わりますね。で、まあ今言ったように東条吉良氏は残ってました。で吉良義明はこの後三河吉良荘に残って徳川家康に対抗する勢力として、戦国武時代を生き残ると。で最終的には江戸時代への後継とつながっていくわけですね。ということでございました。まあ尻つぼみになるっていうのは東条吉良、西条吉良が最終的にどうして養子に入ったのかとかその辺の話が一切書いてなかったというかあんまりちょっとよくわからなかったんでちょっとそこがね尻つぼみではあったんですけど、はい、ちょっとまた機会を別にしてねやることがあるかもしれません。ということで今回は、吉良氏の鎌倉から戦国の動向を追ってまいりました。ざっとまとめておきましょう。鎌倉時代、
キラ・ミツージ、彼がシティボーイでありながら、地方の三河の領地もどちらも、しっかりと統治をしていたというところですね。で、足利宗家とともに、政治事件による動揺とか、復権を経験してはいましたけれども、基本的には足利氏と立場を同じにして生き残っていったというところですね。で、鎌倉幕府を討伐する際においては吉良定義という一門の長老のおじいちゃんが結構キーマンになって、基本的には高氏と一緒に行動していたと。そして南北朝期に入ると関東久し番として鎌倉将軍府に吉良定家、吉良光義が送られます。で、この時におそらくは関東の基盤を得たと見えて、後の関東吉良氏につながることとなります。で、吉良定家、この関東吉良氏の系統はその後奥州へと向かって、関野の上乱が終わった後関東に土着して、後の舞田殿として生き残ります。そして関野の上乱では光義側、光定側サイドではお父さんと子供で分裂しました。光義、光定が高氏派、忠義派と分裂したことで、西条吉良氏、東条吉良氏に分裂するきっかけを作ったというところですね。逆に言えばここで別れといたから片方滅ぼされても生き残ったみたいなところもあるという、なんとも言えないところですけど。室町期に入ると、関連芝氏の下で復権を果たします。で、芝氏のバックアップの下で禅宗寺院との関係を深めますが、今川氏とも関係性を持ってました。今川、芝の間で両方とも関係を結んで、結構強キャラ感あるムーブをしてましたけれども、芝氏の後援の下を禅宗寺院を建てるという夢は今川氏によって一時ついえますが、遠臣守護が芝氏に交代した途端その夢を果たし、曹洞宗やら禅宗の寺院をバババッと作っていくと。そして中央では御三家として活動し始めて、芝氏との交代によって、芝氏の勢力交代によって御三家へと躍り出る。そして、その後芝家、今川家との遠江争奪戦、これにちょっと巻き込まれてはいきますけれども、御三家として中央でも地方でもどちらでも、わりかし力を持っていたというところですね。そして、戦国期に入ると在京をずっと維持していた、これによる弊害で非官人たちが今川派と芝派と分裂して、それがきっかけにして所領を喪失することとなります。ただ今まで積み重ねてきたものがあったので、三河吉良庄へ下校してその後も勢力を保ちました。ところが三河に下校したことによって周辺勢力と直接対決することになって、織田氏とか今川氏との戦争の合間で、消えていってしまった。ただその後後継としてなぜか復活するというところですね。こういったところでございましょうかね。以上、参考文献は以下の通りでございました。なんとか11時半までには終わりましたね。ということで、どうする家康で吉良義昭が出てきたときは、こいつが高氏と一緒に全国を飛び回ってたやつの子孫か、とか。こいつが御三家のトップとして芝家を支えてたあいつの子孫か、とか。こいつが西条なのに東軍で、東条なのに西軍だったやつか、とか。そんなことを思いながら大河ドラマを見ていただけたらと思います。以上、ロブオヨモでした。この後奉行人です。
代将軍足利尊氏、二代目将軍足利義昭、三代目将軍足利義満、四代目将軍足利義持、五代目足利義和、六代目足利義教、七代目足利義勝、八代目足利義政、九代目足利義久、十代目足利義胤、十一代目足利義澄、十二代目足利義晴、十三代目足利義輝、十四代目足利義秀、十五代目足利義昭。ナイトバック。さあということで、ちょっとお待たせしてしまいましたが、時刻は11時30分、生配信でお送りしているオールナイトバック、お相手は右京の大場正元でございます。いやー、今週も面白かったということでありがとうございます。秀吉みたいになっちゃった。上野介は吉安の子孫、吉安らの子孫そう、結構記録残ってる方ですよ。落ちぶれようがひどいって言いますけど、こんだけ長い時間生き残ってて、最終的に後継として生き残ってるんだから、多分勝ち組だと思いますけどね、だいぶうん。で、鎌倉時代からいる武士でずっと権力保ち続けてるやつなんていないから、そう考えたら吉良氏はだいぶ頑張ってる方とか思いますけどね、私はね。という話は置いといて、音の奉行人のコーナーです。このコーナーでは歴史と全く関係のない音楽の話をただただひたすらするコーナー、歴史好きがバイバイする、15分20分間でございます。ということで、今月2月のベストソングを発表したいと思います。毎月月末には今月2月に聴いた音楽で良かったやつを選んでご紹介するという月間ベストをやっております。私奉行人が独断と偏見で選んでおります。なので、まあこれが入ってない、あれが入ってないっていうのはちょっとごめんなさい。ということで、一個一個紹介していきたいと思いますよ。まず一つ目がデニムス、Life is Good でございます。あ、忘れてた、そうだ、再生リストを貼りますね。よいしょ。固定メッセージに貼ってる再生リストで、今回紹介した曲、リスト化してますんで、興味がある方は聞いてみてください。1曲目はデニムスの Life is Good でございます。まあ、デニムスというバンドはですね、脱力系というと怒られちゃうのかな、まあ、シティポップだとか、まあ、ちょっと、緩やかなというかね、軽やかなというか、そういった音楽をやっているグループで、なんか歌詞の内容とかも、なんか日常の何気ないこととかね、なんかそういったことを歌にしていて、結構、なんか脱力系という言葉が合うような感じなんですけど、まあ、今回の Life is Good っていう曲は、まあ、人生参加的なね、当たり前のことを歌うんだよ、Life is Good っていう歌詞があって、まあ、要は、人生っていいよな、みたいな、まあ、そういう軽いノリなんですけど、でも、音感というかね、そう、楽曲のクオリティがやっぱりデニムスはすごくよくって、まあ、そのメッセージ性が重くなりすぎないというかね、普通なんか人生って素晴らしいっていうとちょっと、メッセージが重くなりがちですけれども、ただデニムスのサウンド感っていうのが結構おしゃれで軽やかなので、まあ、それをこう何気なく聞き流せる感じがね、すごくいいなと、個人的には思ってます。デニムスらしい音楽だと思いますし、彼らのね、一つのちょっと最高傑作じゃないかなって思うぐらい、僕は
好きな曲で、結構頻繁に2月聴きましたね。本当に聴き心地がいいし、なんかずっと聴いてられるようなサウンドなのでね、ちょっとシティポップ系おしゃれ系が好きな方はぜひぜひ聴いてみてください。続いてマネスキンと書いて読み方はモネスキンだそうですが、ゴシップフィーチャリングトム・モレロというところで、モネスキンね、昨年もう2年前か2年前の年末に今年良かったバンドみたいなので紹介したイタリア出身のバンドモネスキン、今年のグラミー賞でもノミネートされてました。ちょっとね受賞まではいきませんでしたが、そんなモネスキンのかっこいい最新ロックチューンにはなんとフィーチャリングトム・モレロご存知の方はご存知、メタル好きハードロック好きの方はご存知じゃないでしょうか、レイジアゲンストの、トム・モレロです。何が一番有名なんだろうね、僕もあんまり詳しくはないんですよレイジ、だからあんまなんかこの曲って言えないけど、僕がレイジで一番知ってる曲は空耳アワードで空耳アワーでアワードつっちゃったよ、空耳アワーでね、もうタモリ組アワーで、あのなんだっけあの曲ちょっと名前忘れちゃったけど、ナゲット割って父ちゃんっていう空耳があるんですよ。そうそう、投げ飛ばって父ちゃんってひたすら言うっていう空耳があってね、それがね、そうレイジの曲なんですよ。そうで、それがねめちゃくちゃ面白くって、そう元曲まで調べたっていうあの記憶がありますけど、まあもともとねあの有名なバンドだと思います。あのハードロックなのかな、なんかよくわかんないですけど、メタルなのかハードロックなのかちょっと僕はあのジャンル分けがねちょっとよくわかんないですけど、まあどちらかというとなんかミクスチャーロック感もあるんですよね。そうあのレイジはヒップホップっぽい感じの歌もっていうか、ちょっと歌い方がねヒップホップっぽい感じも入ってるので、ちょっとミクスチャーっぽい感じもするんですけど、まあただ有名な90年代に活躍したハードロックヘビーメタルバンドなんですね。でそのギタリストであるトム・モレロがモレスキンにコラボして曲を出したというわけですよ。これすごいですよ。でやっぱりねあのレイジで出てくるようななんというか耳に残るギターフレーズも入ってて、すっごいかっこいい曲です。でなんか歌詞の内容もね今っぽくていいんですよね。なんかゴシップっていうタイトルではあるんですけど、なんかお前らみんな凡人だって自分で自覚しろよみたいな感じの歌でね、そうなんか結局今の時代を反映したロックってこう言うとね、なんかロックって昔は反体制とかいろんなそういう反発的なことを歌うのが主流で、なんか今はロックがおとなしくなってしまったっていう人もいますけれども、まあ別の意味でのなんか反発っていうのがね見えますよね。ちょっと日本語歌詞バージョンの動画をリストには入れてるので、ちょっとその辺も注目して見てみてください。 MV はなかなか刺激的な感じでした。モネスキンゴシップ、曲はもちろんかっこいい。続いて3曲目はこれ読み方は分かんない、トモオでいいのかな確かトモオだったはず。シンデレラという曲です。このねトモオさん知ってるのは知ってた。ジンジャーっていう曲のミュージックビデオがすっごい再生数出てて、でルックスもすごく美しい、お美しい女性のソロアーティストの方なんですけど、ただね歌声がなんか顔に似合わずって言うとあれですけど結構低いんですよ。女性なんだけどキー低めで結構音圧があるというか、ハスキーボイスとまでは言わないんでしょうけど結構声に厚みのある方でね、バラードが似合うのではないかなって以前から思ってたんですけど、ここに来てどでかバラードを出してきたんですよ。でシンデレラっていうこの曲のタイトルのね、まあ、この内容もちょっと歌詞の内容と非常にリンクしてるのでぜひぜひねじっくり読んでほしいんですけど、なんかねやっぱバラードが似合うと思いますね。そうで近年ね、まあ、曲の短さってよく話題に上がるんですよ。どんどん曲が短くなってる、でイントロが短くなってる、ギターソロが短くなってる。で、こういう時代にバラードをやるのってやっぱり勇気がいると思うんですよね。だから先月もギター
バラードというかロックバラードみたいなので、あの望月喜一さんという方を紹介しましたけど、やっぱね今時こういう緩いテンポ遅いテンポで本当にだから横綱的なね、もう平井堅さんの瞳を閉じてじゃないですけどね、シャランキューのシングルベッドじゃないけど、そういうもうどうだみたいなバラードってなかなか若手のアーティストでやってる人ってやっぱ少ない印象にあるんですよね。絶対バラードっぽくても途中でテンポが速くなったりとか、いろいろ曲調が変わったりとかでなんかこう遊びを入れてくるんですけど、この曲はもう最初から最後までドバラードで、ずっと聴いてられる声の良さがあるし、でサビのねこのメロディーがねめちゃくちゃいいんですよ。でなんかね個人的には自分がもし作曲に携わっていたら絶対ここメロディー上げるってところを上げてなかったりとかするんですよ。だそれがね多分歌詞と結びついてるんですよね。そうなんか歌詞と結びつけてあえて上がらなくしてるとかで、多分この友尾さんの歌声があんまり高くないところがその声のいいところというかね、そう声の美味しいところをうまく出すためにキーをあえて低めに設定してるのかなって思うようなところもあるし、なんかねその辺もすごく巧妙に考えられてるので、うん、聞き応えのあるバラードでしたね、うん、全然長く感じませんでした、ぜひぜひ聞いてみてください。続いて 35.7 祝日天国、もう平熱だったらだいぶ低いんですけど、35.7 ロックバンドです。で邦楽ロックバンドです。このね祝日天国っていう曲自体は以前から結構再生数が出てた曲で、ミュージックビデオも出てないのに音源だけの動画がすごい30万回40万回とか再生されてて、でそないその知られてるバンドでもないのにすごい再生数が起こってたんですよ。で僕も聞いてみたことがあって、うわめっちゃいい曲だなと思ってね。で邦楽ロックの本当にいいとこばっかを撮ったみたいな曲で、イントロのギターのフレーズとか曲の展開メロディーの移り変わり、邦楽ロックの美味しいとこだけを詰め込みました幕の内弁当みたいな、そんな曲なんですよ。で最近のハンプバックだとか夜逃げだとか、まあ、そういったガールズバンドだけじゃないかな、あとはサウシードッグとかもそうかな、いわゆるスリーピースとかのバンドがやってそうな音色 音感で楽曲の雰囲気もそうで、歌詞の内容も失恋ソング、でもその辺もね最近の邦楽ロックの流行りを取り入れてる。でなおかつやっぱり一番すごいのはギターソロだと思いますね、うん、ギターソロというかイントロのギターフレーズめちゃくちゃいい、良すぎる、うん、近年聞いた邦楽ロックのソロの中でもこんなに何回も聞きたくなるソロはないってぐらいめっちゃいい、イントロがめっちゃ好きです。ぜひぜひ聞いてみてください。でなんでここで紹介したかというと、ミュージックビデオが公開されたからです。この楽曲だけでもパワフルだった、すごく再生数起こってた曲がミュージックビデオまで公開されたので、ちょっとバズってほしいなと思ってますけれどもね。 35.7 祝日天国でございます。続いて5番止めスクリュー超スーパースター島根さん、シュールな映像とクールな音像、ちょっとラップっぽくしてみましたけれども、まあ韻は踏めてないんですが、映像と音像でねちょっと韻踏んでる風な感じ出しましたけど、スクリューというラッパーですこの方。もともとは島根出身で、なんか愛媛の方になんか行って大学時代過ごしてたらしい方なんですけど、もともと銀行員やってたらしいんです。で銀行員を辞めてラップの道に進んだと、相当生き様からして面白い人なんですけど、もう人間性が出まくってるこの曲で、スクリューさんはねどうやら結構面白ラッパーよりの人っぽくて、僕は以前ジェバーというラッパーさんを紹介したことがあると思うんです。あのイオンあるあるをひたすら言うだけのラップ、そうイオンっていう曲がね面白いっつって紹介した人がいたと思います。ちょっとそれと似たような系統な感じです。でこの人ね本当ヒップホップっていろんな人の名前とか人の言葉とかをサンプリング引用してきてラップにしたりするんですけど、もう引用元が面白い。そうスクリューさんね、曲の中で現実っていう曲があって、幻の実と書いて現実なんですけど、この曲ね笑う犬の冒険っていうね昔コント番組があって、僕もこの放送で何回か言ったことあるんですけど、笑う犬の冒険の中でネプチューンの原田さんと堀内さんが
生きてるって何ってひたすら言うだけのコントまあ言うだけじゃないんだけど、そう生きるっていうコントがあって、そう2人ともなんかボクサーパンツになんか上裸なんかほぼ裸みたいな格好で生きてるってなんだろう、生きてるって何っていうコントがあったんですよ。それをサンプリングした曲があるんですなんでそれをその曲にしようと思ったのかよくわかんないんですけどとかね、あとはプリキュアの曲のフレーズ、一難去ってもまた一位なぶっちゃけありえないっていう歌詞があるんですけど、プリキュアの初代のオープニングで、ね、それをサンプリングしたりとかまたはね、なんだっけ、インタビュー映像で、iPhone だか iPad だかが発売された時にインタビュー映像で、なんか、ネットでずっと残り続けてる、なんかネタ画像みたいなんで、乗るしかないよね、このビッグウェーブにって、モヒカンの人、モヒカンサングラスの人が言ってる、画像あるじゃないですか。だから、そのね、乗るしかねえな、このビッグウェーブに、みたいなのもサンプリングしたりとか、なんかもうネットでちょっと話題になった言葉みたいなのも、ひたすらサンプリングとかしてるんですよ、この人。その辺もね、すごい面白いんですよね、この人。で、この超スーパースターっていう曲も、もうずっとシュールなんですよ。で、曲自体は、まあ、俺がスーパースターになったら、みたいな、そういう曲なんですよね。なんか、ジュエリーショップで端から端まで買っちゃうぜとか、なんか、ファンサービスもいっぱいしちゃうぜとか、なんか途中でね、ちょっと語りみたいなところが入って、写真めんどくせえな、しゃあないな、みたいなこと言ったりするところがあったりね。完全にスーパースターになりきって歌ってるんですけど、ミュージックビデオの映像がもう廃れた商店街でビールケースの上に立って歌ってる姿だったりとか河川敷で河川敷の斜めになってる原っぱのところでビールケース立てて歌ってたりとか、もう全然スーパースターじゃないんですよだから映像と曲が全く一致してないっていうね。そう、でも完全にネタ曲というかネタなんですよ。で、超スーパースターっていうタイトルもね、もうバカじゃないですか、そもそも。スーパースターの時点で超スターって意味なのに、これに超をつけて超スーパースターっていうところも、ちょっとこのダサさがね、漂ってるし、サビの歌詞で、おろしたての靴を履いてっていう言葉が出てくるんですけど、おろしたての靴を履いてで映る靴の映像がスニーカーなんですよ。で、着てる服はなんか赤のジャケットとスーツでセットで決めてるんですけど、靴だけ白いスニーカーなんですよ。どこのジョン・トラボルタがスニーカーでサタデーナイトフィーバーするんだと。革靴を履けよ、革靴をという話なんですよ。だから突っ込みどころ満載なんですよね。なので、まあ、サウンドはめちゃくちゃかっこいいし、韻の踏み方とかもすごくクールなんだけれども、映像とかがすごいシュールで、まあ、本人のそのユーモアさっていうのがよく出ててね、個人的にはすごく好きなラッパーさんですね。はい。最後。離婚伝説。もうなんだこのタイトルはっていうね。スパンコールの女。離婚伝説というユニットです。で、まあ、何なんだ離婚伝説はっていうと、離婚伝説というこのワード自体はおそらくはマーヴィン・ゲイのアルバムから取ってるんだと思われます。で、マーヴィン・ゲイのアルバムで離婚伝説っていう放題がついてアルバムがあるんですね。で、多分それが元ネタ だろうと思われます。で、そんな名前をつけた離婚伝説というこのアーティストなんですけど、めっちゃいいっすよ。これもうイントロから素晴らしい。もうイントロからもう、ああ、もう最高ってなりましたね。ソウルミュージックとか、またはシティポップ系とか大好きな人はもう一頃だと思います。まだこんな若手アーティストがいたのかっていうぐらい素晴らしいです。で、なんかね、センスもいいんですよね。ミュージックビデオとか見ててもセンスがいいし、このスパンゴールの女もね、なんかそろそろミュージックビデオ公開しますみたいなことをツイッターで言ってたので、そろそろ出ると思いますが、まだ出てないので、ちょっと再生リストには音源だけ入れてます。で、まあね、曲もいいんですよ。甘いソウルミュージックで、もう歌声とか裏声の感じとかね、ちょっとこう細い裏声の感じとかね、まあ、すごいソウルミュージックっぽくて良いんですね。で、このね、スパンコールの女が入った CD のジャケット写真とかもなんかもうね、キリンジのアルバムみたいな、なんかもう二人が正面向いて撮ってるだけの写真っていう、なんかその辺もね、ちょっとひねくれセンスがね、炸裂してていいなと思いますね。で、まあ、音感はね、今っぽい感じですけれども、なんかね、なんかちょっと歌い方なのかな、ちょっとやっぱ古めかしい感じがある。それはね、やっぱスクリューとかも一緒なんですよ。なんか音感
音の感触はすごく今っぽいアレンジなんだけど、声の感じとか MV の感じ、なんか全体的な雰囲気がちょっと懐かしめのあるというかね、まあ、僕が多分経験してない世代の懐かしさなんだろうなっていう、そういう雰囲気がありますね。いやー、この離婚伝説は最近 J-Wave のラジオに出たり、結構いろんなところで注目されているので、これからねバズる可能性十分あるんじゃないかなと、思っております。ということで、本当に爆速で紹介してまいりましたけれども、やっぱ20分ぐらいでしたね、今月の月間ベスト2023年2月号でございました。ぜひぜひ気になった方は再生リストから聞いてみてください。この後はエンディングです。今夜も山城が室町通り旧花の御所よりやってる気持ちで生放送。チャンネル登録者はついに1万人超え。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。それでも引き続き、普段は絶対できないっていうか、そもそも知ってる人がいない、そんな歴史の話をたくさんしていきます。力夫とのたまり場をどうぞこれからもご贔屓に。右京の大部政元のオールナイト幕府。生放送でお送りしてきたオールナイトバックも、そろそろお別れの時間です。本日も長い時間お付き合いありがとうございました。ちょっとね、若干15分押しで始まってるので、実質11時20分40分ぐらい、 いや早く終わった方じゃないですか。ということで、今夜は足利御三家吉良氏に迫るということで、まあ、ちょっと尻つぼみで終わりましたが、吉良氏をざーっと追っかけてきましたね。いやー、まあ思ってたよりも情報量は多かったですね、吉良氏はね。うん、なんかもうちょっとこう室町中期の情報量は大体少ないんですけど、やっぱさすが御三家筆頭ということだけあって、結構情報があって盛りだくさんで、むしろなんか書くことが多すぎて入れれないぜぐらいの感じだったんで、また関東吉良氏とね、その当時の吉良氏の話をちょっとまた別でやるかもしれませんっていう感じです。ということで、そう、トム・モレロは多分ね、なんかヘビメタファンがうちの配信多そうなので、多いわけじゃないのか、そうヘビメタルハードロックファンがなんか多そうな感じするので、私は全然わからないですけど、わ、全然ってことはないんだけど、本当上っ面しか聞いてないので、ちょっとあんま下手なこと言うと怖いこと言われそうなんであんまり喋りませんけれども、そうそう、コラボをしてたんでね、ちょっと紹介してみましたけれどもね。さすが足利がタイタラ一族っていうキラという名前を出してあげてよって感じですけど、そう、果たして明日のどうする家康でキラ義昭が出てくるのかってことですよね。そう、出てきたら今日のことを思い出してやってくださいって感じですが、そう、スミカはまたちょっとねやろうと思います。ちょっとね、残念なあのニュースがありましたんでね。ということで、来週のオールナイト幕府はもう3月ですね。え？毎回何月何日ですねって言うたびに嘘でしょって思ってるよね。次回のオールナイトワークは3月4日土曜日夜9時半からを予定しております。来週は毎週月末にやっている、書籍紹介のコーナーが今週ちょっとできませんでしたので、来週は新書検談型をやる予定でございます。まあ、剣断型をするまでもなく、
あの武将列伝がね届きましたよね。そう、武将列伝機内編が届いて、細川晴元のポストカードを手に入れましたけど世の中に細川晴元のポストカードなるものがあるのかっていうぐらいでしたけどね。はい、そうですよ、もう年度納めですよ。そういい加減僕も総選挙企画と、あの1万人おめでとう企画をやれよという話なんですけどね、はい、ちょっとまだ構想段階ですけれども、総選挙はやりますよ。機内武将総選挙ね、絶対やり、絶対にやるぞ絶対に成功させるぞつってね。まあ、んなところで年度末は差し迫っておりますが、オールナイトバックは引き続き頑張って毎週放送を狙っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。てなことで、これはこれまでにいたしとうございます今日はいっぱい喋ったね。ということで、お相手は右京のダイブ正本でした。また次回、来週土曜日お会いいたしましょう。お疲れ様でございました。なんかお疲れのやつ言いたいよね。なんか言葉決めたいんだけどね。全然決めてない。Bye for now. Bye for now.人ばっかりなるからね。